派遣委員団団長の額賀福志郎であります。私がこの会議の座長を務めさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。この際、派遣委員団を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。まず改めて、東日本大震災によりお亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、ご遺族や被災された方々に対しまして心よりお見舞いを申し上げます。また被災地の復旧復興、さらに福島原発事故の対策のためにご尽力をいただいている関係者の皆様方に対しまして、改めて心から感謝を申し上げ、敬意を表する次第であります。当委員会におきましては、特定秘密の保護に関する法律案、枝野幸男君ほか2名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案、渡辺修君ほか2名提出、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案、渡辺修君ほか2名提出、情報適正管理委員会設置法案の審査を行っているところでございます。本日は各案の審査にあたり、国民各界各層の皆様方からご意見を受けたまわるため、当福島市におきましてこのような会議を催しているところでございます。ご意見をお述べいただく皆様方におかれましては、ご対応中にも関わりませず、ご出席をいただきまして心から感謝を申し上げます。どうか忌憚のないご意見をお述べいただきまして、よろしくご審議がはかどるようにお願いを申し上げます。それではまず会議の運営につきましてご説明を申し上げます。会議の議事はすべて衆議院における衆議院議事規則および手続きに準拠して行い、議事の整理、秩序の保持等は座長であります私が行うことといたします。発言される方はその都度座長の許可を得て発言していただきますようお願いを申し上げます。なお、ご意見をお述べいただく皆様方から委員に対しての質疑はできないことになっておりますので、あらかじめご了承をいただきたいと思います。次に議事の順次について申し上げます。最初に意見陳述者の皆様方からお一人10分程度でご意見をお述べいただき、その後委員からの質疑に対してお答えを願いたいと存じます。なお、ご発言は着席のままで結構でございます。それでは本日ご出席の方々をご紹介をいたします。まず派遣委員は自由民主党の中谷元君、岩屋武君、今津博君、佐藤明君、民主党無所属クラブの大島敦君、近藤昭一君、渡辺修君、日本維新の会の藤井隆雄君、今村博文君、丸山穂高君、公明党の岩田上田勇君、遠山清彦君、みんなの党の畑中三成君、日本共産党の赤嶺政権君、生活の党の玉木デニー君、以上でございます。次に本日ご意見をお述べいただく方々をご紹介をいたします。浪江町長馬場保君、はい、よろしくお願いします。福島県弁護士会副会長牧博康君、桜の聖母短期大学キャリア教養学科教授二瓶由美子君、株式会社東北エンタープライズ会長中幸輝君、いわき短期大学特任教授畑中信義君、弁護士荒木美澄君、いわき市議会議員佐藤和義君、以上7名の方々でございます。それではまず馬場保君にご意見をお述べいただきたいと存じます。馬場君、ただいまご指名をいただきました福島県浪江町長の馬場保と申します。皆様方には震災から2年8ヶ月経過いたしましたけれども、その間
ご指導とご支援をいただいておりますことをまずもって御礼を申し上げます。で、この意見を述べるときにですね、先日私どもの町民あるいは識者の方からいろいろお話をお伺いしてきましたので、 2,3 そのお話をさせていただいて本論に入っていきたい、このように思っています。で、まず一つはですね、秘密の保護ではなくてですね、情報公開が原則でないのかということをお話しされた被災者の方がおります。さらには国に守るべき秘密があるのは同意をいたしますが、新たな秘密の範囲が不透明な法律を作ることが必要だとは思えないというようなお話もございました。さらに私どもに浪江町民に関わることですけれども、スピーディーの情報がですね、適切に公開されなくて、私ども町民の避難に、このスピーディーが生かせなかった。したがって国民の命を守るのが一番大切で、秘密はいけないんじゃないかというようなご意見です。そういう町民識者からの声を聞きまして、今日この場に臨んでおります。で、10月の9日にですね、福島県議会が特定秘密の保護に関する法律案に対して慎重な対応を求める意見書を衆議院参議院両議長そして内閣総理大臣宛てに出しておりまして、この意見書は至極当然なですね、意見書であるというふうに思っています。で、この法案の中で防衛外交外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止、テロ活動防止の4分野という、非常に国の存立にとってはですね、重要な法案でありますけれども、先ほど申し上げましたように、その範囲がですね、非常に広くて明確ではないんではないかということであります。で、本当に私ども浪江町民がですね、スピーディーの非公開のために避難する方向に私どもは避難してまいりました。それをいち早くですね、情報公開をさせていただいて、そして政府の方からどちらの方に避難して、そして避難経路はこういう経路をたどっていく、そういう道筋をですね、やっぱり明らかにしていただければ、私どもは低線量の被曝を避けることができたんだ。これはやっぱり情報公開そのものの事象だと思うんですね。その前に言わせてもらえば、おととしの3月11日です。原発で事故が起きて、原災法の特措法の10条です。第10条に、全交流電源喪失が起きたということが起きているわけですね。それから、矢継ぎ早に15条の、いわゆる冷却水の注水不能になったんです。その15条通報すら、この15条通報すらですね、私どもにはなかったの。そして初めて3月の
12日のですね、朝の首相官邸からの10キロ圏外ですね、の避難指示が出たわけ。そういうふうにびっくりした中で、私どもは避難を余儀なくされてしまったということです。これは、そういう情報公開さえしていただければですね、私どもには何らかの手法があったと、まあ、このように思っています。したがって、やはり、これは秘密ではなくてですね、やっぱり情報公開ということが一番大切なことではないのかなというふうに思ってます。で、私どものこの情報提供の不備についてはですね、いろいろあります。まあ、東京電力ともですね、私ども通報連絡協定を結んでました。その通報協定さえもですね、守れなくて、守らなかったんですね。そういう状況で私どもはどこから情報を得たかっていうと、マスコミ、その報道をしか頼りがなかったんです。これはやっぱり私どもの国民の命を守るためにはですね、国から政府からやっぱり的確な判断が必要でなかったかというふうに思います。したがって私はやはり情報公開、これは一つ原則だということです。で、それから申し上げたいのはですね、やっぱり民主主義の根幹であるこの法律ですね、特に憲法です。私どもは憲法13条幸福追求権、それから憲法25条の生存権、そして29条のですね、財産権、これすべて侵害されています。私どもは権利回復のためにですね、これからいろいろと皆さん方に申し上げていきたいというふうに思ってますが、この特定法案につきましてもですね、やっぱりそういうものを踏まえながら、やっぱり基本的人権、そういうものを守って、そして情報公開をしていただいて、私ども国民にですね、明るみにされるところはしていただきたい、そういうことであります。で、したがって現在の状況を見てますと、やはりもうちょっと慎重なる対応をしながらですね、十分に国民のために論議を尽くすことが大切ではないか、このように思ってます。まあ、私の意見としてはこの通りでありますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。次に牧博康君。牧君。はい、福島県弁護士会の、副会長をしております弁護士の牧と申します。お手元 に日本弁護士連合会の、会長声明、あと当弁護士会福島県弁護士会の会長声明の写しを配布させていただいております。こちらをご参照いただきながら、私の意見陳述を、お聞きいただければと思います。まず本日は、福島県弁護士会など弁護士としての立場、こちらからもお話ししたいと思いますが、原発事故を踏まえた福島県民としての思いも含めてお話ししたいと思います。まず国が扱う情報は国民全員の財産であり、国民に公表公開されるべきものであります。皆様もご存知の通り、平成23年3月11日の東日本大震災及びその後の原発事故により、福島県民はその情報の不開示により生命、身体の安全を脅かされました。今浪江町の馬場町長もおっしゃっていた通りでございます。事故直後、多くの浪江町の町民の方々は福島第一原発から少しでも遠くに避難しようと思って、福島第一原発の北西にある津島地区、
こちらの方に避難して一時滞在されました。しかし後に公開された緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム、通称スピーディ、こちらによる放射性物質の拡散予想はまさに対馬地区の存在する北西方向に向かって放射性物質が拡散するというものでありました。政府が国民の財産たるスピーディーによる情報、こちらをきちんと開示していれば、浪江町の多くの方々は北へわずかな距離を避難することによりかかる初期被爆を防げていた可能性が極めて高いものであります。我々地元の弁護士が避難所や仮設住宅を回って浪江町の方々のご相談を受けてきております。この際お子さんを抱えていた方々が一様に、あの時対馬で子供を被爆させてしまった、悔やんでも悔やみきれない、自分を責めてます。このスピーディーによる情報が開示されれば、何の責任もないこういった方々が自分の子供に対する後悔、悔しさ、そういったことを弁護士に吐露する必要は全くなかったわけです。確かに政府は7日の衆院本会議で原発事故に関する情報や核廃棄物処分場の交渉、原発の設計図は法案の別表のいずれの事項にも該当せず特定秘密の対象にならないと明言しております。スピーディーについても特定秘密にならないとの見解を委員会審議で示しております。しかし原発の警備に関しては、政府は当初警察による警備の実施状況はテロリズムの防止のための措置に当たると答弁し、後に通常警備は当たらないと軌道修正、特定の原発に対するテロの情報に対する警備計画は該当する場合もあるなどと使い分けております。政府の説明が2点3点するのは、法律が実際に動き始めたらそれこそどうなるかわからないことを示しております。裁判で政府答弁を証拠として提出しても、最終的な解釈者としては法解釈者である裁判官は当然独自に解釈をします。これが三権分立です。これとは裏腹に、いわゆる西山事件のように政治的な判断であると評価されるような判例もあります。いずれにしてもその危険性はあまりにも曖昧かつ広範な特定秘密の指定にあると考えます。政府は罰則規定の拡大解釈運用はないと繰り返し断言していますが、法律が一旦できてしまえばあとは現場での解釈運用です。しかも何を秘密にするかわからない仕組みになっていますので、秘密は拡大の一途をたどることになると思われます。スピーディーの情報についても、政府が特定秘密に当たらないと過去に答弁したとしても、今後あってはなりませんが仮に同様の事故が発生した場合、原発に関連する情報として特定秘密に当たる可能性があると、その情報を持っている当事者が考え、いわゆる萎縮効果、これによりその情報が適切に開示されない恐れが十分あると考えます。再び福島の話に戻せば、例えば先般の原発事故汚染水の問題のような国民及び県民の安全のために必要な情報が特定秘密指定で逆に国民の目から隠される危険性もはらんでいます。すなわち秘密指定の4分野のうち、テロ防止事項にはテロ活動による被害の発生拡大の防止のための措置、またはこれに関する計画もしくは研究、これも特定秘密の対象とされております。原発はテロの警戒対象であり、設計図など原発の弱点を示す情報が特定秘密に指定されれば、国民の安全確保のために開示されるべき汚染水タンク破損の事実そのものまで一切明らかにされない可能性が高いものといえます。大量の使用済み核燃料棒を保管しながら津波で甚大な被害を受けた福島原発第4号機、こちらがどうなっているのかの情報も極めて高い確率で取得される可能性が高いと言わざるを得ません。この法律が成立すれば、そのような国民県民自身の生命身体の安全の基本となる情報も知らされない状況で、国民特に福島県民は今後も暮らし続けていかなければならなくなります。むしろ原発事故の教訓に鑑みれば、特定秘密を指定し重要な情報を取得する方向ではなく、重要な情報の公表公開を積極的に進める法制度こそが重要ではないかと考えます。政府や企業にとっては秘密にすべき重要な情報であっても、国民県民の生存や生活にとって切実な情報は迅速に積極的に公表公開されなければなりません。そのことについての反省が政府や東電にあったでしょうか。
反省に基づいた制度ができたでしょうか。適切に運用されているでしょうか。日本が海外に信頼されるためには、その前に国民県民に信頼される必要があります。国民県民を犠牲にした外国政府との信頼は政府の独善であると言わざるを得ません。仮に政治的に対立する国が近隣や世界にあったとしても、それらの国との関係は情報共有による信頼関係の形成こそが重要であって、これをおろそかにして秘密の壁ばかり厚くすることは相互関係を悪化させるばかりです。さて、特定秘密保護法についてお配りしました通り、日本弁護会はこれに反対する立場から意見書会長声明を発出しております。直近で5つの意見書会長声明を発出しております。今日お配りしておりますのは最新のものでございます。また現時点で福島県弁護士会を含むほぼ、全てに近い、単位弁護士会、こちらからも反対の声明意見書が公表されております。お配りし、福島県弁護士会の会長声明についてはお配りしております。各地域の弁護士連合会、東北弁護士連合会、北海道弁護士連合会、こういった地域の弁護士会連合会、こちらも同様の状況でございます。これは弁護士たちがいかにこの法案の成立が国民の権利を侵害するものであるかを理解し、強い危機感を持っていることの表れだと思います。本日配布させていただいているのは日弁連の最新の会長声明と福島県弁護士会の会長声明です。いずれもいわゆるつわね原則に対し照らして本特定秘密保護法案の問題点を指摘するものであります。詳細は配布の各資料をご覧いただきたいと思いますが、その内容は本法案がつわね原則との関係でこれから述べる1から7の問題点があることを指摘するものであります。1、公的機関の情報へのアクセス権やこれに対する制限の正当性の証明の政府負担の原則が明示されていないこと。2、政府の人権法違反の事実や環境破壊など政府が秘密にしてはならない情報にかかる規定がないこと。3、秘密指定の機関に関して問題があること。4、市民が秘密解除を請求するための手続き規定がないこと。5、安全保障部門に関する独立した必要十分な情報アクセス権を有する監視機関に関する規定がないこと。6、内部告発者の保護に関する利益考慮規定がなく、公益通報者が漏洩罪によって処罰される危険が極めて高いこと。7、公務員でないものの処罰が広く規定されていることなどの問題点を指摘しております。法案についてはその後の修正動議で一部修正になっているものの、いまだこれら指摘される問題点は到底解消されたものとは言えません。以上の問題点を踏まえ、日弁連は政府が安全保障上の理由によって一定の事項を一定の期間秘密とする必要があると判断し対応していることを全面的に否定するものではないとしつつも、このような対応を許容することによって国民の基本的人権である言論の自由、プライバシー権が侵害されるべきではないとしております。そして法案に構造的な問題があることが明らかであるので、政府は法案を一旦白紙に戻し、現存する国家公務員法や自衛隊法などの中に含まれる秘密保全法制も含めて秘密保全法制のあり方を根本的に見直すべきであるともしております。福島県弁護士会ももちろん同様の考え方でございます。以上を踏まえ、本法案に関しては一旦白紙に戻し、情報の統制により福島県民が被った惨禍も十分考慮し、秘密保全法制のあり方を根本的に見直すべきであると考えます。本法案に反対の立場から意見を述べさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。次に二瓶由美子君。二瓶でございます。私はここに参りましたのは、この法案の廃案を求めるということと、それから、この継続審議をする上では全国で公聴会を開き、多くの市民の意見を聞く、多くの国民の意見を聞くということを改めて考えていただきたいと思いまして、その意見を述べるためにここに参った次第です。3月11日、私たちは短期大学の学生とともに東日本大震災を経験いたしました。その後、私たちはたくさんの情報が隠されていたのではないか、こんなこともあった、あんなこともあった、さまざまな情報が拡散する中で、ここで若い女性たちを教育していいのかどうか思い悩む日々を送って2年8ヶ月過ぎております。この思いはおそらく東京に暮らす人たちには想像ができないものだろうと思います。町の真ん中に忍山という山があります。ここは花見の名所で、短期大学から近いので、私たちは授業を今日はやめてちょっとお花見に行ってこようというような市民の憩いの場所です。
近くにある小学校はそこに行って粘土を掘ってきて子どもたちが美術の時間に使うなど本当に憩いの場所でした。ここが線量が高く今は花見に行くことも子どもたちが遊ぶことも、ためらう場所になってしまいました。美しい福島県の景色は様々な面で汚染されてしまいました。この状況の中で生きる上で私たちは何より求めているのは情報の公開です。これはこの2年8ヶ月どれほど辛い思いをしてきたかということをお伝えしなければならないと思います。2011年の10月の終わりから11月にかけて私は他の研究者や農協関係、林業関係、さまざまな方たちと一緒にチェルノブイリに参りました。福島から来たということで大変ベラルーシ政府にもウクライナ政府にもよくしていただきました。そこで私が学んだことは情報の大切さと教育の重要性です。その後短期大学において共通教育を担当する中で私はこの2つを置きながら学生たちにこのようなことを言っています。一定のメッセージを他人に伝えていくという行為は社会的存在である人間の本質的な行為であると。相互の討論や批判を通して問題を解決することなくして民主主義は成り立たないのだ。だから権力によって禁圧されてきた人類の歴史を振り返ってそれを教訓として憲法は表現の自由を明記しているんだ。そしてその権利が担保されるには情報へのアクセス権が必要である。平成11年に成立した情報公開法の第1条は国民主権の理念にのっとり行政文書の開示を請求する権利を突き定めることによって行政機関の保有する情報の一層の公開を図り云々というふうに謳っています。特定秘密保護法制定は時の流れを逆行させるものだと思っています。国家公務員100条は公務員に秘密を守ることを義務付けています。たとえ秘密保護法を作ったとしても秘密の漏洩や内部告発は起きるはずです。それが人類の歴史が証明している事実だと思います。そうした内部告発者の存在も例えば私はしみじみ思い出しますが平成14年8月29日でした。第一原発福島第一原発が非常に危険な状態にあるということを告発したアメリカの企業の社員がいました。この時は原発の点検記録に改ざん不正の事実があると。第一原発第二原発はひび割れている29件もひび割れているというようなこうした事実が改ざんされていたということが内部告発によって知らされました。私たちはそういう中で10基もの原発を抱えて生きてきたということ、その時声が出せなかったということ、私は今回の件においては私も加害者の一人であるというそういう立場に立っています。子どもたち孫たちの未来のために私たちは何もなせなかった。そのことを踏まえた上で今なすべきことをしていかなければならない。したがって情報公開これを阻むものについては私は反対したいと思っています。具体的に理由を申し上げたいと思います。この法案について特定秘密の指定について拡大が危惧されるということを案じております。2番目、特定秘密の提供に関してここの部分では釈迦に説法ですから詳しいことを申し上げませんが国会が議論の場でなくなってしまうのではないかということが危惧されていると思います。3番目、特定秘密の取扱者の制限について適正評価ということがあります。憲法の14条はさまざまな面について人々が法のもとに平等であることを謳っています。しかしながら家族や飲酒の、癖さまざまな借金などこうしたものがどんどん拡大していくと一人の人間にとってさまざまなチャンスが制約されるということが危惧されるわけです。皆さんご存知かと思いますが福島県というのは非常に貧しい県です。最低賃金がこの10月で675円、24年は664円、23年は658円でした。豊かな自然と質素な暮らしがここにはあります。学生たちの家庭も決して豊かではありません。
なぜ短期大学がまだ維持されているかというと、4年も高等教育は受けさせられないけれども、せめて自分たちが受けることができなかった高等教育を2年は受けさせたいという保護者の方がとても多いのです。原発を受け入れてきた福島の歴史は貧しさを象徴しています。明治政府以来の中央集権的な富の一極集中が格差を生んできたという事実があります。それを私たちは日々実感しながら生きています。このことを考えますと、適正評価についてもさまざまなチャンスが狭められるのではないかということを非常に危惧している次第であります。その他、私たちは民主主義は市民の自由な討議と政治への市民参加によって実現されるということを考えたとき、この秘密保護法案というものが非常に危険であるということ、これは皆さんご存知のように、例えばですね、共同通信は世論調査をしたところ 62.9% が反対しているということを言っています。また23日付の朝日新聞ではパブリックコメントが15日間、通常は30日間のものが15日間だった、9月3日から17日までですね、政府のパブリックコメント、これに対して9万480件の、回答が来た、その 77% が反対意見だったということを23日に報道しています。その他さまざまな報道が過半数、おそらく6割から7割、多い場合は8割という国民の反対があるということを報道が事実を伝えています。これを無視して強行採決、私はふと思い出しました。幼い頃に60年安保、あの幼い日の私は白黒映像のニュースを今でも思い出すのですけれども、強行採決の場面、そして国会を渦巻くようにたくさんの大人たちが集まって反対のデモを行っている、そして黒枠の写真の東大生神場美智子さんの、慰霊の写真が、を胸に抱いた人たちがデモをしている、その時幼い私は思いました。立派な大人たちのすることにも間違いがあるかもしれない、私はしっかり学んでいかなければならないということを、その場面を思い出すために思いながら生きてまいりました。私は皆様に意見陳述というよりもお願いをしたいと思っています。この法案はストップをかけてください。もう一度国民的な議論の末にこれを考えていただきたい。私たちは皆様に信託をしました。すべてを委ねているわけではありません。ある意味パターナリズムのように見える今回の手続きの具合については、私は到底納得できるものではありません。学生たちを守り、子どもたちを守っていく上でも、民主主義の根幹を揺るがすような今回の手続きについてはもう一度考えていただきたいというふうに考えております。以上で終わります。ありがとうございました。次に中幸照君にお願いします。中君。ただいま証券されました。富岡町から来た中と申します。私は約40年間この福島の原子力、要するに BWR 沸騰水型原子力発電所に携わりました。私は原子力工学の学者ではありません。ただ現場の一技術者として長年福島第一原発、第二原発に携わってきました。当法案の原子力以外の分野については私は全くの素人でコメントする立場にはありません。したがって主に原発に関係したことについてお話しします。当法案が原子力原発労働者に与える影響、関わり、その点についてお話しします。振り返ってみますと、この原子力発電所というのは安全というのについてコメントするのは非常にタブー視されたわけです。特に原発労働者は現場でいれば嫌がおうでも原子力の安全性、いろんな事象の問題、
を知る立場にあるわけです。そういう原発労働者が知る立場にあっても外部にその安全性について話すことができない、家族にも話せない、そういう環境が長年続いてきたわけです。したがって原子力の安全神話を見取り返しのない事故につながったわけです。関連がありますので、今回の第一原発事故のちょっと振り返ってみたいと思います。まず第一点、東電と政府の危機管理、それから第二点、事故後の収束に向けた対応、3点、福島県の復興に向けた対応、いずれも先進国で技術開発国の民主主義の国の日本にはあってもならないことです。じゃあもう少し具体的にこの原発事故の一番大事なことを話しましょう。この原発はアメリカ GE ジェネラルエレクティが開発して東京電力の第1号機2号機6号機は GE の短期コントラクトプロジェクトで作りました。それで敦賀1号機東海2号機もそうです。いずれも設計から建設、保守管理、運転管理まで携わりました。振り返ってみますと日本の原子力は発展途上でありました。アメリカでもそうです。したがって GE の設計ミス、品質保証管理の欠陥、東京電力の運転管理、保守管理、いずれも問題があって、その都度改善改良をやって今日まで来ました。今日でも私は発展途上の産業だと思っています。今回の当法案で原発労働者がの情報がどれだけ大事かということを述べたいと思います。原発労働者の告発も含めて、先ほど李平さんからのお話もありましたように、これ非常に大事なことです。振り返ってみますと、今から10年前、第一原発ので、炉内、重要な炉内構造物シュラードというんですけど、それとスチームドライヤーのデータ改善隠蔽、これが発覚しました。これは現場からの告発によってであります。最初監督官庁に告発されました。これ1通だけじゃなくて20通以上も、それもアメリカからも。その中で監督官庁はなかなか動きませんでした。そのうちこの告発状が福島県知事に届きました。福島県知事は今まで原発を推進してきた、その当時の知事でありました。名前を言えば佐藤栄作さんだ。彼はその当時の状況が繰り返し隠蔽されていることを知り、このままではこの原発大変なことになるということで、全国の原発立地県の知事としては初めて監督官庁に進言し、調査し、そのデータ改ざん隠蔽工作が東京電力は認めたわけです。
さらに東京電力の社長は県庁に来て当時の佐藤知事に隠蔽を認め謝罪し、今後の原子力の安全については万全を期すというコメントをしました。一連の流れの中で今原発はマンパワーも不足しています。一定にある技術のマンパワーも技術力も低下しています。その中でこれから廃炉に向けた就職を しなくちゃいけません。その中で原発の安全性、長期の廃炉に向けたロードマップ、その中で非常に大事なことは、その告発者がいるということが非常に大事なことなんです。そして今後、その後、今この事故が起こる前に、東京電力はすでに20年前に1、2号機のディーゼル発電機が水没したのを教訓として丘の上にディーゼル発電機を上げる、5、6号機と1号から4号機の共通電源を取る、5円玉海抜5メートルの間の海水ポンプを保護する、それをすでに計画していました。我々もこれをやるものと思っていました。たった10億円から15億円かかる工事をなんで10年間も放っていたんですか。これは皆さんが反省すべきです。それから最後に、この福島県は私も沖縄県の小さい島の漁師の生まれです。今沖縄出身の赤嶺政権先生とかデニー玉城先生がいらっしゃいますけど、戦後の沖縄は本土の人によく言いました。私たちは日本人ですか。今浪江町長の馬場保さんからも話がありました。私たち福島県はこれから負の遺産を担いでずっと行かなくちゃなりません。福島県の人に私たちは日本人ですか、絶対言わせてかありません。国会の皆さんもマスコミの皆さんも国民の皆さんもどうぞ福島を忘れないでください。お願いします。以上です。ありがとうございました。次に畑中信義君。はい、じゃあ議長お願いします。畑中君。はい、私は大学で教えている学生に対して日頃伝えている観点からお話をさせていただきたいと思います。要は人権というものは長い長い歴史を持っております。我が国ではまだ100年そこそこですが、1200年以来600年も800年も続いている人権が何を元に成り立ってきたかということを学生に伝えているのであります。すべて争いの中で何を求めて人々は戦ってきたのかということです。人権とは人が人で生きるためのものであります。秘密にして人権が成立するでしょうか。公開されて初めて人は判断することができます。情報はインテリジェンスと言われますが、その情報を公開されて同じくインテリジェンス、知識として国民は得られるのであります。情報を隠して国民の知識が増えるわけがないのであります。我々にとって大事なことは、人権を失ってしまえば二度とその人権を戻すことができないということを肝に銘ずるべきであります。緊急
近我が国で皆様衆議院の先生方ですから一票の格差の問題をご存知だと思いますが、三権分立で司法が出す判断が唯一国民が争える問題だとするならば、違憲判断が出ない司法の中で国民の人権はどのようにカバーされるんでしょうか。はたまた憲法第81条による違憲審査権はあったとしても、具体的訴訟事件でなければ認められない我が国司法裁判所の制度の下では、我々が失った知る権利はどのようにカバーされるんでしょうか。一票の格差ですら違憲状態にあるとは言っても、ある議員によれば2票までは OK だというようになります。国民が事故の判断をどのように出すかは大事な問題であります。それを無視して判断されるならば、我々は何を糧に知識を増やすんでしょうか。知識を得るためには、情報を得るためには、積極的情報収集活動と消極的情報収集活動があると思います。積極的というのはマスコミ関係者を含めて自ら選ぶ情報を収集する活動を言えると思います。そしてそれを表現するからこそ、自由があるからこそ、国民に何が問題なのかを伝えることができると思います。確かに国防や外交は政府の専権事項ではありますが、国民が知らずしてどうやって国民の公益を図るんでしょうか。秘密秘密秘密で秘匿されれば、どのように公益は図れるんでしょうか。それが一番の問題だと思います。我々は昔の江戸時代のように教えず知らしめられずで判断するのでしょうか。100年前に戻るべきでしょうか。そうではなくて、新しい方策として生きていきたいと思います。以上であります。ありがとうございました。次に荒木美澄君。はい、荒木君。はい、お手元に違憲陳述書を用意してございます。特定秘密保護法には私は皆さんと一緒に断固反対する所存でございます。1985年にいわゆる国家機密法案が出されておりました。私はその当時からこの法案に反対していた弁護士でございます。当時、日米ガイドラインというようなものがございましたけれども、背景として西山事件というのがありました。この西山事件における秘密といいますのは、当時の佐藤栄作内閣が沖縄の地権者に支払う原状回復費用アメリカが負担すると公式発表しながら、実際は日本政府が肩代わりして支払うという密約でした。これは国民を欺く秘密でありまして、本来の意味で国家の利益として保護されるような保護に値するような秘密ではございません。西山記者が処罰されましたことは国民から大きく批判されました。最近も山崎豊子が運命の人で書いている通りでございます。国家機密法案は廃案にされました。私は今回の特定秘密保護法案はその蒸し返しであるというふうに感じております。特定秘密保護法案は
日米同盟をさらに一層推進すべく、集団的自衛権の行使を可能ならしめ、国民への重罰化のもとに日本の軍事警察国家をさらに強力に推し進めようとする人権抑圧法案であるというふうに考えます。今回一体いかなる理由によって法案が提出されたのか極めて漠然としております。推測しますに、国は集団的自衛権を実行を荒らしめるためこの法案を成立させ、アメリカからより一層情報が得られるようにしたいと考えているようでございます。しかし核による支配を中核に据え、他国まで侵略占拠するアメリカと専守防衛を旨とする我が国とが同盟関係を推進強化した場合、攻撃的な同盟関係となってしまうことは避けられません。我が国が他国への侵略や占拠に加担する結果を将来しかねないということであります。すなわちイラク訴訟の名古屋高裁判決が重大な憲法違反と断じたような事態を再び引き起こしかねないわけでございます。したがいまして、安倍内閣が集団的自衛権を唱えていることは憲法の空洞化を狙った日本にとって極めて危険な行為と言わざるを得ず、重大な憲法違反を奨励する可能性があると考えます。またどの国であれ、自国の利益がないのに多額の資金と労力を費やして収集した情報をただ黙って他国に提供したりはしないものです。そのようなことをすれば背任行為として責任を追及される恐れがあります。アメリカも例外ではなく、アメリカは日本が中国との前線にある国としてアメリカの防衛に役立つ情報しか提供しないであろうことは容易に推測されます。従いまして、アメリカからより一層情報が得られるようになる可能性もほとんど期待できそうもありません。以上に加え、日本に秘密保護法制を迫るアメリカは世界中の情報を歯止めなく盗聴していたことが明らかになっております。このようなアメリカが日本に対して秘密保護法制の制定を迫ることは、その資格を欠いていると言わなければなりません。国民に何が秘密かも知らせないまま厳罰をもって臨み、畏怖させ、萎縮させ、沈黙させる法案であるというふうに考えます。今回の法案では指定される特定秘密は網羅的であることに加えまして、その他の安全保障に関する重要なものとか、それからその他の重要な情報というように、その他の重要なもの、その他の重要な情報という言葉を多用しております。これらが何を意味しているのか国民にとっては不明であります。政府機関が収集した情報を重要なもの、あるいは重要な情報と言いさえすれば、後半に何でも含まれてしまう恐れがあります。もし今回の法案が通るならば、北朝鮮との問題、竹島との領土問題、中国との尖閣諸島の領土問題などの外交問題に加え、今問題になっている原発問題についてまで軒並み秘密指定がなされる可能性が高いと言わざるを得ません。そして国民は何が特定秘密として指定されているのか、あるいは指定されていないのかを知り得ず、その点を行政機関に確認することもできません。現在福島県におきましては、国や東電を相手として原状回復を求める訴訟が複数提起されております。私もそのうちの一つの副団長を務めております。こういう訴訟の遂行のためには、事故を起こした原因と目される原子力発電所の施設、機器、系統などの仕組みを詳細に調査し、原因を特定しなければなりません。しかるに、その一部がテロリズムによる被害の発生、もしくは拡大防止のための措置に該当するとして特定秘密保護に抵触したとされますと、厳罰を免れず責任の追及も不可能になってしまいます。そしてそれ以上に、同法によって処罰されるのではないかという恐怖心は萎縮効果をもたらし、
原告らおよびその代理人らの調査を控えさせることになりかねません。これでは甚大な被害をもたらしながら法的責任を認めない国および東電を事実上免責するに等しく、効果的な被害者対策を求めることが不可能になってしまいます。しかも今回の原子力発電所事故におきましては、メルトダウンしていた事実が2ヶ月も経ってから発表されました。これは戦争が起こった場合に例えますと、戦争が始まってから2ヶ月も経ってから戦争開始の事実を知らされたようなものでございます。それに加えてスピーディーの情報が住民に迅速に知らされず、住民は放射線の高い地域に避難してしまいました。これも爆弾の投下の激しいところに避難したようなものでございます。このように重要な情報が秘匿されるという事実は、国民に多大な犠牲を強いるものであります。今回の法案は国民の法案について、国民のプライバシーを広範に侵害する法案であります。今回の法案におきましては、特定有害活動、それからテロリズムとの関係に関する事項について、行政機関の職員のみならず適用事業者の従業員まで含む評価対象者の一定範囲の親族や同居人についてまで適正評価を実施することとされております。このような調査は行政機関の長のみの判断で、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項についての調査であるという名のもとに、行政機関の職員のみならず適用事業者の従業員、それらの者の一定範囲の親族や同居人、さらにはそれらの者と接触する知人、その他の関係者にまで及んで、広範にプライバシーを侵害する可能性があります。またこれらの者が抱く萎縮効果も絶大なものがあります。仙台地方裁判所は、陸上自衛隊情報保全隊がイラク派兵に反対する全国の広範な団体、市民の集会、デモ等の動向を組織的かつ日常的に監視し、個人の実名を含む情報を収集管理していた、こういう事件につきまして国に対して国家賠償の支払いを命じました。こうした行為が特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項についての調査であるという名のもとに行われた場合、こうした行為が全て免責され野放しとされてしまう可能性があります。国民が何も知らされないで逮捕され、拘留され、暗黒の裁判によって原発に処せられる法案であります。以上述べてきましたように、国民は何が特定秘密として指定されているのかを知れません。そのため特定秘密保護法に触れたとして突然逮捕・拘留されたり、捜索・差し押さえを受けたりする恐れがあります。しかも未遂罪、それから独立教唆罪、独立共謀罪、独立扇動罪、過失犯まで広範に及ぶ規定が置かれております。そうした場合、何が指定されたかが、特定秘密かが明らかにされないため、弁護人としても弁護の施しようがありません。これは裁判になっても同様で、まさに暗黒裁判と言わざるを得ません。結論ですが、我が国にはすでに自衛隊法に防衛秘密についての規定が存在しております。その他、国家公務員法や地方公務員法も存在して、公務員に守秘義務を課しております。これで十分であるというふうに考えます。今回提出された特定秘密保護法案には、いかなる合理性も認めることができません。説得力のある立法事実もなく、我が国の平和主義、民主主義を大きく侵害し、多大な人権抑圧を招く法案であります。今現在、全国の多数の国民が反対しております通り、私もこの法案には断固反対であります。以上でございます。ありがとうございました。次に佐藤和義君にお願いをいたします。議長、委員長、委員長、佐藤君。私は原発震災のですね、渦中にある自治体議員として、住民の生命と財産を守るという立場から発言させていただきたいと思います。
原子力発電に関してはですね、これまで、馬場奈美恵町長さんはじめとして、被災県である私どもの本当の悲痛な叫びが今語られたのではないかと思います。ご案内の通り、14万から15万余に及ぶ我々福島県民が全国各地に今なお避難している、この原因が一体何であったのかということを捉えていただきたいと、その上で今日の公聴会が実り多いものに、明日のその採決のための通過儀礼としての公聴会ということではなくて、本当に国民国家である限りは国民の共有の財産である情報をきちんと国民に提供する、情報を拡大するという立場から、ぜひともこの公聴会を実りあるものにしていただきたいということを、党派を超えてですね、お願いしたいというふうに思うところでございます。それで私は具体的にはですね、この原子力発電に関しまして、これまで事故や津波の予測などの情報が公開の基本原則を貫かれなかったと、原子力基本法の自主民主公開の公開の部分がいわば秘密主義に陥りですね、その結果安全神話を助長したということが大きな、やっぱりこれまでの福島原発事故の経過を見ると原因の一つとしてあるのではないかというふうに思います。事故発生後もですね、やはり情報の操作隠蔽というものもありまして、その結果極めて重大な被害を県民はじめ東日本全域にもたらしたということがあるというふうに思いますので、その現実をぜひとも直視していただきたいという立場でございます。で、この今般の法案について申し上げれば、この原子力発電に関する情報が特定有害活動の防止や、あるいはテロリズムの防止の名のもとに特定秘密として取得され、市民の安全に関わる情報が非公開ということになりますと、国民の基本的人権を侵害する結果を生むのではないかということで、ここはこの秘密法の制定よりも情報公開法の拡大ということに適切に判断されるのが肝要ではないかというふうに思います。で、具体的な事案としてはですね、先ほど来お話が出ておりますように、2002年の東京電力の原発記録の不正事件、この件はありましたように炉心シュラウド等のですね、原子炉の心臓部の点検記録の組織的な改ざんということと隠蔽事件でありまして、当時の南社長以下東電の取締役が辞任する、あるいはさまざまな経済団体の長をお辞めになるというような波紋がございましたけれども、現実的には今お話も先ほどもありましたが、2年間内部告発したものが秘匿されたということで、2年後になってようやくこれが情報公開になり、さらには原子力安全保安院などの国の監督責任が問われるということであったわけでして、この時点からやはり福島県がそういう意味では大きく舵を切って国の原子力政策には一切協力しないという立場に知事が表明するということで、県として原子力行政の体質改善と見直しを国に求めるという大きな事件でございました。それからこの今般の2011年以降の原発事故においてはですね、先ほど来お話が出ておりますように、メルトダウンの事実がですね、隠蔽されて、さらにはスピーディーの情報公開がかなり遅れたということで、原子炉が炉心溶融を起こして放射性物質が大量に、しかも広範に拡散するという危険性を基本的には秘密にしたということ、さらにスピーディーによってその拡散情報が適切に公開されなかった、速やかに公開されなかった、このことによって
馬場町長さんの浪江町住民をはじめとしてですね、福島県民、国民が無用の放射線被曝を受ける結果になったということで、これは痛恨の極みだというふうに思います。でこのように秘密扱いにされた結果が被害の拡大に、今日の被害の拡大になっているという現実はぜひとも抑えていただきたいなというふうに思います。さらにもう一つの事案は、東京電力の津波予想、これ、震災直後にですね、清水当時の東電社長をはじめ、津波による想定外の津波による事故で、このような過酷事故に至ったと、こういうことを主張して、法的には責任ないんだということを東電が依然としてこう主張しているわけですけれども、しかし、実際はですね、2002年に、政府の地震調査研究推進本部の長期評価に対応した断層モデルを提出せよという指示のもとにですね、2011年の3月7日です。3月11日の直近です。3月7日に東京電力は福島第一原発及び第二原発の津波評価というものを原子力安全評価、安全保安院の方に提出しております。でそこでは先ほど申し上げました水本の断層モデルに基づいて津波高の試算をした結果、明治三陸地震で小名浜ポイントプラス 13.7 メートルから 15.7 メートル、江戸時代の遠方房総沖地震、小名浜ポイント 13.6 メートルということで、確実に、はい、確実に、3.11 の東北地方太平洋沖地震の津波高、小名浜ポイント 11.5 から 15.5 を想定していたという事実が判明しております。でこれは実際国の方、つまり本案院の方もこの報告を受け取っていながらですね、8月に読売新聞がスクープするまで、この事実を確認しなかったということで、明らかに、隠蔽であったのではないかというふうに思われます。でこうしたものの積み重ねが基本的な今日の原発事故による被災の拡大というものに原因としてはつながっているということがありますので、原子力発電に関する情報の隠蔽は許されず、拡大こそが基本であろうかというふうに思います。その意味で、福島県議会の意見書を添付しましたが、福島県議会の意見書というのはまさに県民の意思の表明だろうというふうに思いますので、このことは福島県挙げてオール福島で、国会の皆さんに要望しているんだということを肝に銘じていただきたいというふうに思います。でここでは文章ではですね、情報の隠蔽を助長する可能性があると、もし、制定されれば民主主義を根底から覆す価値ある議決となることは明白であると、ここまで申し上げておりますので、このことは重く受け止めていただきたいと思います。さらに国際連合の特別報告者の表明というのが11月21日ジュネーブで出ておりまして、これは国連の特別報告者というのは、加盟国から選出された人権理事会が特定の人権問題に対して調査及び報告するということで任命した独立した専門家でありますが、この方たちが日本政府にですね、主に4点ほど法案の範囲が広範囲であること、さらには公益性の関係で、秘密にすることの正当性の問題、それから独立機関の審査が不可欠である点、さらには情報公開した人の罰則について、それが個人まで及ぶということはいかなる処罰も受けてはならないという点が国際連合の特別報告者から出ております。したがいまして、これらの日本政府に対する質問に対する回答をですね、ぜひ特別委員会として、回答の促進を図っていただいて、その上で、この採決の問題というのは取り扱っていただきたいなというふうに思います。先ほどから出ておりますように、慎重に取り扱う、あるいは反対、廃案を求める声の方が国民の圧倒的な声でございますので、慎重の上にも慎重に審議を重ねていただいて、全国で公聴会を開催して国民の声を
聞いていただきたいということを最後に委員長に申し上げまして私の発言とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で意見陳述者からのご意見の開陳は終わりました。これより委員からの質疑を行います。質疑の申し出がありますので順次これを許します。今津博史君。今津君、本当にご苦労様でございました。あの地方公聴会、国民の皆さん方の声を聞かせていただくために私ども今日福島にお邪魔をさせていただきました。なぜ今日福島なのかということでありますが、今皆様方の声を聞かせていただいて、やっぱり福島でよかったんだということを感じた次第であります。今なお28万人を超える方々が自分の家に帰ることができない、そういう状況の中で、馬場町長からもお話がありましたが、お一人も地元に帰ることができないということを考えたときに、まあ、政治としてやれることは言葉だけではなくてしっかりと早くやらなければならないということを改めて感じさせていただきます。あの私自身昭和58年から平成2年まで北海道で議会議員をしておりました。ご存知だと思いますが、北海道では幌延というところで核燃料の新地層試験場がございまして、私もそのことに携わりましたことがありました。フランス、イギリス、ドイツなど視察をし、私自身としては日本の原子力技術というのは非常に高いものがあって、これは国際的にも誇るものであると、日本の原子力発電所で事故はありえないとこう思っておりましたが、まあ、今回の事故になったわけであります。自分自身の被災を恥じるとともに、今の政治の責任で核燃料サイクルもことも含めて今一時立ち止まり、そして日本のエネルギー政策はどうあるべきかということをしっかりと考えて国民の皆さん方にお示しをしなければならない政治の責任を改めて今痛感をしているところであります。さて、あの今日は本当に貴重なご意見を聞かせていただきまして、ありがとうございました。ただあの私はあのこの法案についてかなりあの誤解があるのではないかなということを国民の皆さんの方の中にあるということを懸念をいたしておりました。確かにあのこの法案が新聞紙上に載る頃には、まあ、反対だと認められないという方が多かったのですが、ご存知の通り最近の報道機関の調査によりますと、実は反対よりも賛成だという人の方が若干でありますが、大体の調査では上回っております。正し書きがありまして、まあ、しかしこれは慎重に審議をすべきだと、国民の声をできるだけ聞いてほしいと、まあ、こういうことも事実でありますから、今日、まあ、福島に来させていただいた原因は、まあ、そこにもあると思うんです。この秘密保護法というのはご承知の通りでありますから繰り返しませんが、我が国はもう戦後一貫として経済指導主義でありまして、国民の安全安心を守る外交防衛につきましては日米安保条約によるアメリカの核の抑止力にずっと頼ってきたわけです。今我が国は国際協調主義で他の国と一緒に世界の平和に貢献をしたいと思うし、またそのためには例えばフランスでもイギリスでもドイツでももちろんアメリカでもあるように、そのお互いの情報を共有しながら国際的にもあるいは日本国民の安全安心を守るということを私どもはしっかりとしなければならないということで、この法律案をお出させていただきました。あのメルトダウンが2ヶ月経ってから
事実が明らかになった。これは本当に反省すべき点、言い訳にならないことだというふうに思います。政府にもあるいは政治にも、それから東京電力にもちろん大きな責任があります。またスピーディーのことについてもお話がございまして、浪江町長もはじめ、まあ、大変な何て言いましょう、大変なご迷惑というか大変なことだったわけでありますが、その中でやっぱり町長は誤解があるんじゃないかというふうに思うんですよね。このスピーディーのことについてはいち早く国民の皆様方にその情報をお伝えをするということに欠けていた結果だと思うんですね。これは時間の関係で省かせていただきますが、今この法案の担当になっています地元出身の参議院議員の森大臣もですね、決算委員会でいつも質問をしているのですが、これも政府の答弁として驚くべき答弁が出てきたんですね。情報というものはもう3月の11日12日に得ているのだけれども、しかしそれを公表をしなかったということは現に認めているわけであります。ですから私どもは国民に安全に避難していただくための情報を、これはもうごく当然できるだけ早く迅速に隠し隠さずに国民の皆さん方に知らせるべきであって、そのことが迅速にできなかったことが問題があるんだというふうに思うんですね。そこでこの秘密保護法というのは、先ほどもお話に出ておりましたが、防衛外交かスパイ行為テロ、この4点の23分野に限っているわけでありまして、この原発の事故のことについてはですね、このスパイ事故、この秘密保護法の対象にはならないんですよね。それはもう政府の答弁でも今回明らかにしているのですが、何かこの秘密保護法が原子力発電所のことについても関わりがあって、そしてそれが情報の隠蔽につながっていくんじゃないかと、こういう誤解が随分あるわけです。それは町長さんが、公式の日本基礎クラブで会見したときもおっしゃってますし、また今お話がありました中さんなんかのご発言の地元福島民報の記事の中にもですね、同じようなことが書かれているんですが、これは秘密保護法の対象にならないということをきちっとした政府答弁で言っているのですが、それについては誤解があるのではないでしょうか。お二人にお聞きをしたいと思います。馬場保君。先生、私が心配しているのはですね、いわゆる核物質を扱うわけですね。で、今回燃料棒の取り出しが始まりました。で、その経過についてはですね、逐次東京電力が公表して、いわゆるキャスクに乗せて別なプールに入れたことを話してましたけども、その2回目ですね、2回目の情報についてはですね、公表は差し控えると、東京電力はですね、まあ、それはその核物質上の保護の観点からそういうふうに公開しない、まあ、要するに、キャスクに入れてプールに運び込んだときには公表するという、その私はやっぱりね、プロセスが大事だと思うんです。例えばスピーディーの話のものもそうなんですけれども、いわゆる大気に放射性物質が放出された量がですね、確定されない、いわゆる正確な値が出ないから公表しなかったという話をしているんです。それからもう一つはパニックが起きるから公表しないということだったんですね。じゃ、それはとんでもない間違いで、パニックは起きてるんですよ。もう避難からも起きてるわけですから。で、その正確な値も出なかったっていうのもね、やっぱこれは本当に情報隠し隠蔽そのものだと思うんですよ。で、私に文部科学省がですね、謝罪にも来ませんよ。
私どもが指摘しておいて、そして事実どうだったんだと言ったら、そのいわゆる原発災害対策本部には文科省の責任として出したけども、その運用についてはその防災の方でやるんだという話だったんです。それじゃあですね、運用そのものがない、もうできないですよね。でそれ以前に私どもにそのの命と、それから極めて高い線量のところにですね、避難するということのあれが起きたわけですから。ですから先生、この放射性物質にを扱っているということについてはですね、まあ、慎重にやっていかなくてはならないんじゃないかというのが私の意見です。はい。中さんでしたっけ。中参考人。3点を申し上げたわけなんですけど、まあちょっと時間がなくて触れなかったんですけど、今ご指名ですので、まず第1点、東電と政府の危機管理、これは今浪江の馬場保町長が言ったことも、その他の委員の中にも話がありましたけど、まずこれだけの先進国で技術大国の日本がああいう危機管理でいいのかという、まあこれ挙げればいくらでもあるんですけど、例えば一つ、事故が起こった12月頃、総理大臣が就職宣言をしました。で、就職宣言すると同時に労働者の被ばく水準を下げました。現場がまだ燃えて沈下していないのに就職宣言をするような、これは国内はもちより海外の利用主義ある人、あるいは特に原発技術のシンクタンクの皆さんから非常に品種効果ってます。その中でもう一つ、時間ないですので、じゃあそれで終わります。あ、はい、今津君、すいません、こちらから発言をお願いをしておいて時間の関係で端折ってしまいまして大変申し訳なく思います。今お二人からお話ありましたことはね、やはり危機管理、情報の公開の問題でありまして、秘密保護法の対象にはなっていないんですね、原発の事故については。これはもう当然政府の責任において、民間会社ではありますけれども、きちっと事実をご説明をし最善の対処をするということは当然ことでありまして、それが行われなかったということに問題があるというふうにぜひご認識をしていただきたいと思うんです。で、現に森大臣をですね、当時野党でしたけれども、その委員会の質問においてですね、情報公開というのは妨げられていると、ぜひ国民の知る権利なんだと、情報公開ということを強く要望いたしておりますから、その姿勢は与党になって、そのさらに責任を感じながらですね貫くので、どうぞご信頼をいただきたいというふうに思います。ただね、原発に関しましてはテロ行為などが起こり得る可能性というのはゼロではないですよね。まあ、しかしそういうそのテロリストの情報については、これやはり秘密保護法の対象になるんですね。国際的に情報を共有して、そしてテロが起きないようにするというのは秘密保護法の目的ですから、これはやはり対象になるというふうにご認識をしていただきたいと思います。で、逆に言うとですね、そういうその情報というのをですね、ある程度こうみんなで共有する、国際的に責任重要な情報を共有するということを秘密保護でしっかりするわけでありますが、それがもしダメだというならば、どういう形にして、例えばテロリストの行動の情報などはですね、どういうふうにして守るべきだというふうにお考えになるでしょうか。
佐藤委員にお聞きをしたいと思います。それはどういうふうにしたらいいでしょうね。それではこちらから指名します。はい、委員長。はい、佐藤参考人。はい、すいません。基本的にそのテロリズムの防止の名のもとにどの範囲まで、網をかけるのかっていうことだと思うんですね。でそのことによって今みんな今馬場町長さんおっしゃったように、結局現時点でも核防護上は4号機の燃料プールからキャスクを取り出すときにキャスクの下に IAEA がナンバーを振るんですよね。こう封印する。それは画像テレビの画像 絵でもですね、そこは網かかって来るわけですよ。だから例えば今だってそういうふうにきちんと核防護上の対応はしているところが、例えば今問題になっている取り出しの際の作業をいつ以下からやる、何時にやるってなことは報道事前にはしないと、これからは2回目からやらないんだということは、これ今実際はですね、福島県民、例えばいわきの住民が17日からキャスクに入れて取り出しするって言ったときに、結局ガソリンスタンドに車が夕方いっぱいその前日並んだんですね。なんででしょうか。それは避難する事態が起きるんじゃないかと思ってるんで、そういう不安があるわけなんですね。ですから、すみません。だから適切にやっぱり情報開示しないと、そういうことが今これからも起きる。それでテロリズムの防止については現行法で防いでいるはずで、それがこれからできなくなるのでしょうかっていう疑問が、今の話には質問はできないそうですから、かえって現行法でできてるんじゃないでしょうかということです。はい、今津君、時間が来ておりますから、はい、短いように。時間の関係で不十分な質問になりまして大変申し訳なかったんですが、あたかもですね、戦前不幸なことがありました治安維持法とかですね、そういうものと一緒でないかなというような報道がありまして、それで誤解されている方もいるようなので、決してそういうことではないということを申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。次に近藤昭一君。近藤君。民主党の近藤昭一でございます。今日は各陳述人の方、お時間をいただきまして貴重な意見をいただいたこと、まず感謝申し上げたいと思います。また私自身も東日本大震災が発災をしましたときに、政権の中におりました。本当に先ほど来からご指摘がありますスピーディーの情報の公開が遅れたこと、きちっとされなかったことをお詫びを申し上げたいと思います。そして今なお多くの方が厳しい避難生活を送っておられることにお見舞いとお詫びを申し上げたいと思いますし、そういう中でしっかりと立法府の場で仕事をしているものとして仕事をしてまいりたい、まいらなくてはならない、そう思っております。この特定秘密保護法案の問題、先ほどちょっと言及もありましたが、いろんな確かに世論調査というものがあると思います。しかしながら私は確かに拮抗しているそういう調査もある。しかし多くの方がまだよくわからない、慎重審議をすべきではないかと、これはものすごく大きいと思います。そしてまた私が最近見た調査も、それは確かに賛否は拮抗してきた。しかし一方でまだよくわからない方がいらっしゃる。そしてその中でこの法案で知る権利が守られるかどうかということに対しては、守られないではないかということが 60% 以上の方であった、そう思うわけであります。そういう中で今日も改めてお話を聞かせていただいて、私はやはり現場で本当に情報が公開されないことによって多くの困難の中にいらっしゃる皆さんの声を聞くことは本当に大事だと改めて思いました。そういう意味では今回この福島で公聴会が行われておりますが、やはりこの特定秘密保護法案の中でも非常に関連をしてくる外交防衛の問題等々もありますので、より広い全国で、あるいは沖縄等々でも私は全国の公聴会が開かれるべきだと、こういうふうに思いました。私はこの法案の審議をしておりまして、非常に感じることは、
政府に対して質問をしてもですね、そのことに対してはきちっとやる、そういうことはそんな広がってことはありえない、こういう答弁が多いわけであります。しかしそのことはきちっとした法の仕組みの中で担保されていかなくてはならない。決意だけではダメであって、それはしっかりと法の中で担保されていかなくてはならない、こういうふうに思います。そして、今もいろいろとご報告がありました。私はこれまでのことを思っても、また特に福島のことで関連して申し上げますと、立法府、行政、そして司法、三権分立という中で、それが良い意味でチェックをし合って、そして牽制をし合って正しい道に結びつけていくんだと思います。しかしその中ではやはり情報公開がきちっとされなければ、きちっとしたチェックもできない、議論もできない、そういうご指摘があったと思います。畑中先生の方からは、裁判司法のチェックがあると言って、違法、いわゆる違憲判決というのはないではないかと、そうしたチェックが働いてはないではないかと、こういうご指摘もありました。私はこの間のことを見ていても、私が国会で仕事をさせていただいて、情報のことで感じることは、今のスピードのこともありました。そしてまたこの本当の福島の皆さんのご心配である福島の県民健康調査の問題がありました、ことがありました。残念ながらその時にも裏会議というものが開かれておりました。私はいろんなところで権力を持つ者がそうした情報を隠蔽をする、先ほどご指摘もありました、パニックにではなるんではないか、無用なと言うするかもしれません、心配を不安を煽ってはいけない、そういう名のもとで隠蔽をされてきた、そういうところが多々見受けられる、そういう気がいたします。これは私も立法府におりますので、立法府の責任でもありますが、国会事故調査会の調査の報告というものがあります。これは国会図書館の中に今保管をされておりますが、この国会事故調査会の報告の公開も私は求めてまいっておりますが、残念ながら今のところまだ公開はされておりません。調査をした時の相手のとの関係もあると、こういうふうに言われておるわけでありますが、しかしやはりこの大きな事故を起こし、そしてまた多くの方が今なお厳しい避難生活を送っていらっしゃる中で、私はやはり国会事故の調査会の報告というものはしっかりと公開をされていかなくてはならないというふうに思っております。子ども被災者支援法のこともありました。基本方針というものがやっとできたと、こういうふうになっております。しかしそこにまだまだ福島県民の皆さんの、あるいは関係の皆さんの声がじゃあ本当に反映されるかいるかというと、私はまだまだ不十分だというふうに思っております。そういう意味でそうした議論をしっかりとしていくためには、私は情報というものがきちっと公開をされなくてはならない。それは日本国憲法が保障してきた権利であり、そして先ほど来からも話がありますように、人が、国民が知らずしてどう公益を守られていくのか、まさしくそのことだと思います。そういう意味で、少し限られた時間になりますのでお答えをいただければと思いますが、時間が限られておりますので、ちょっと指名をさせていただきますが、馬場町長、そしてまた、二瓶先生、また佐藤市議、今までそれぞれの方が情報を得ようとしてなかなか得られなかった情報、そうしたもので具体的に挙げていただけるものがあればと思います。馬場参考人。はい、やはりですね、今までの事故の対応については、私ども基礎自治体にはすべて連絡は後からなんですね。すべてそうです。で、先日のキャスクにその燃料を入れる話もですね、これは東京電力当事者から産業法廷については発表になりましたけれども、ただ第2回目からは公開は差し控えるということの情報ですね。で、それから今先生がおっしゃった健康管理の問題のいわゆる会議がですね、裏の話をして、なんとかそのシナリオを書いてこう結論に持っていくっていう、そのいわゆるデータをですね、やっぱりきっちりこうしていないところが非常にあるんです。そういう情報がですね、やっぱり我々が知るっていうのは
全然わからないような状況の中でこうマスコミで報道される、まあ、そういうものが非常にありました。まあ、これからはやっぱりこの私は秘密保護法案よりはですね、やっぱり原発事故子ども被災者支援法の基本方針の見直しとその充実、そっちの方が私は先じゃないか、最優先化するものじゃないかなというふうには思っています。以上です。二瓶参考人。事故直後にですね、さまざまな噂が流れました。例えば、大手企業はバスを出して、社員や社員の家族を1週間避難させた、こういった噂が流れて地元に留まった方たちは後でこういう情報が入るたびに自分たちはいらない被爆をしたのではないか、こういう思いにさらされて生きてきています。まあ、こうした時にどこかには情報が流れているのに多くの、県民にとっては愚民のように扱われて正しい情報が与えられなかったのではないかという不安を持ち続けています。これが今おっしゃったことに対して拡大されるのではないかという不安に明らかにつながっているというふうに思います。私はやはり権力というのはやはり歴史が証明しているのは腐敗するものであると思っています。拡大解釈に対して国民が非常に危惧を抱いているということを踏まえてもう少し議論を詰めていただく必要があるということを冒頭に申し上げました。ちょっと一つ学生のエピソードをお話ししたいんですが、私は国際平和論という科目を担当して平和について学生たちと共に学び最終的に沖縄研修に行っています。沖縄で毎年いろいろな方たちのお話を伺うんですが、学生たちが最も衝撃を受けるのが1959年の宮森小事件です。でこれは観光令が敷かれていたので長い間多くの人たちに知らされませんでしたが、米軍の、飛行機が小学校に墜落をした、多くの子どもたちが亡くなった。それを研究している沖縄国際大学の学生、院生になった方ですけれども、この人は一人一人のオーラルヒストリーを集める中で一度黒焦げになった子どもを焼くのは嫌だと言って、遺体を焼くことを拒絶した母親の話、そういう話を聞きながら学生たちは涙を流します。そしてその話をしてくださった方は学生時代に我が母校である沖縄国際大学に戦闘ヘリが墜落したと、難を逃れたけれどもその時に米軍が土ごと全部運んでいったと、あの時の放射能の拡散はどのぐらいだったのかということを今でも若い女性ですけど不安に思うということをおっしゃいました。私たちは何も知らなかった、知っていれば対処の方法もあった、こういう声を聞くたびに学生たちは今自分が置かれている状況の中で私たちは情報を得ているのかどうかということに不安を抱くわけです。ですから議論をもっともっと深めて国民が納得するような形で、もちろん国防や外交が国家の大事な柱であるということは私も承知しております。でも唯一の被爆国である日本は非暴力不服従で私たちの平和を命を守るということを貫いてもいいのではないかというふうに思っています。テロリスト対策を考えるよりも非暴力不服従で被爆国として世界に何を発信していくかということを私は考えていきたいというふうに思っています。佐藤君。佐藤参考人。はい、委員長、情報隠蔽の情報隠蔽の話でありますけれども、2002年のその不正は非常に顕著な例でありますが、他にもこのいわゆる福一の3号機でプルサマルを始めた時に、実際にモックス燃料のペレットの品質管理っていう問題がありまして、でこのペレットの情報をきちんとベルギーのベルゴニュークリアというその燃料会社の方からきちんと出してほしいということを東京電力にも申し上げました。またそれを法院にも申し上げましたけれども、そのことが結果して出てこないということが一つありました。
でそれは例えばご案内のようにこの3月14日に1F3 が爆発した状況を見ると水素爆発と言いますけれども、火柱高く核爆発のような状況になっている、あそこにモックス燃料が入っていたわけで、そういう意味では私ども震災前からそういう情報を取得されてきたんではないか、それが結果してさまざまな状況を生んでいるんではないかということが一つあります。それと震災後で言えば、あと今県民健康管理調査のお話がございましたので、結局今震災時に18歳未満であった36万人の子どもたちの甲状腺検査をやっておりますけれども、それについても結局電子画像をですね、その検査した時に受験者に対して配らないで、それを後でその ABC 判定で判定だけ起こすというようなことで、結局当事者である子どもたち、そして保護者の方がきちんと情報を持って健康管理していくんだというふうなことが現実的に行われていないんですね。それが後付けに判定だけ出てくるっていうあり方では、自らの健康を自らが守っていく、子どもたちの健康を守っていくという親の基本的な権利さえ行使できないんじゃないかということがあると思います。で馬場町長おっしゃったように、やっぱりこの秘密法の採択よりもですね、やっぱり原発事故子ども被災者支援法の充実ということをぜひとも私どもはお願いしたいなというふうに思うところは同感でございます。近藤君。ありがとうございます。それでは時間も限られてまいりましたので、ごく簡単にお答えでいただければと思います。裁判の問題についてお聞きをしたいと思います。畑中先生、ちょっとお伺いしたいんですが、特定秘密、何が特定秘密であるかも秘密であると、そうすると憲法で保障された裁判の公正性というものが損なわれるのではないか、裁判の時にも明らかにされない、このことについてどう思われますでしょうか。畑中参考人。私はその通りだと思います。裁判をやるということは、訴える側が全ての状況証拠を含めて提出しなければならないと思いますが、これは原告と言われていますが、原告が何にも知らないのに裁判を打てるのかということです。だから自分の財産すらなくなってからだって戦えないという状況があり得る。要するに国防であれば何でもいいのかということですよ。だから秘密の定義がきちんとされず、国民の生命身体財産が侵された時に憲法裁判所があるならまだしも、具体的訴訟事件でなければ受け取らない現行の憲法裁判所の方法では国民の権利は守れないのではないかという意見であります。次に丸山穂高君。委員長、日本維新の会の丸山穂高でございます。まずもちまして本日は参考人の皆様お時間を賜りましてありがとうございます。そして311ですね、311で被害に遭われた方と、そして今も避難生活を余儀なくされている方に心からお見舞い申し上げますとともに、そして立法府に属する議員の一人としまして、私丸山穂高も復興のためにですね、しっかりと党としても復興のために取り組んでいくことをお誓い申し上げたいと思います。先ほど来陳述の先生方からお話になりました原発の情報につきましてはですね、我が党においても非常にこの常に国会の中でも福島党県のですね、選出の小熊委員を筆頭にですね、しっかりときちんと出てくるのかどうか、311の教訓を生かしてきちんと解説されていくのかどうかというのは非常に危惧しながら、そして審議を進めて政府の答弁を求めてきたところでございます。まずお伺いしたいのはですね、現場で40年見てこられた中陳述委員にお伺いしたいんですが、この現場でこの原発の安全性の疑問を口に出すのがタブー視されてきたと、そしてこれが安全神話を作って
ですね、そして、事故やトラブルを生んできたというのは非常に示唆に富むご意見であると思います。そうした中で一方で先ほど少し他の委員からお話がありましたように、原発はやはりテロに弱いという側面もですね、備えていると思います。工作員のような日本に潜伏している工作員ですね、機微な情報が入ってしまえばですね、それは大変なことになるという可能性もありましてですね、そういった中で、テロをどうやって防止していく警備の在り方を作っていくかと、また情報公開との関連というのは非常に難しいところがあると思うんですが、現場でこれ40年見てこられてですね、中陳述人のご意見をもう少し詳しくお伺いしたいのですが、お願いいたします。中参考人。先ほどのちょっと遅れましたけど、基本的にですね、この日本国民ほど放射能に敏感な国はないと思います。したがって命に関わる原発の安全性、これについて国民は正しい情報を得る権利があると思います。で、その権利というのは国会の皆さんや専門家が検討することだと思うんですけど、まず一つの例を挙げてみましょう。今第一原発でどういうことが行われているか、一番やらなくちゃ優先順位は何なのか、必要なやつは何なのか、そういうことも国民の財産や健康を守るために非常に大事なことだ。もうちょっと時間ありますか。どうぞ。はい。先ほど原発事故が起こってから3点挙げたですけど、その収縮に対する対応の件について、この事故が起こって6ヶ月もしないうちに東京電力は財務改善アクションプログラムというのをスタートしました。このことですでに現場は混乱しました。というのはメーカーもゼネコンも協力業者も大胆な就職のための技術提案をやっても、東京電力の技術スタッフが一生懸命検討してこの稟議を書いても予算が通りません。この非常事態に現場を置き去りにして東京電力の財務改善アクションプログラムが今でも尾を引いています。やっと国も予算を担保するという声明を出したけど、これは非常にありがたいこと、心強いことなんだけど、でも今現場で起こっているのはこれだけのマンパワーなんです。一定のある技術のあるマンパワーが必要です。我々地元の若い衆はみんな放射能でほとんどパンクしてます。事故が起こってから地元の作業員はふるさとを取り戻す、そういう使命感で頑張ってきました。でもずっと現場は経済優先、相変わらずこのあれで混乱してこの後遺症がずっと残っています。今浪江の馬場保元町長が4号機の燃料のことに言ったけど、なんでこれだけの危機的状況で24時間シフトで仕事いらないんだと、マンパワーがいないんですか。マンパワーがいたら調達すればいいんじゃないですか。なんで新燃料から先に取り出すんですか。その理由は何ですか。作業員が訓練されてるんだったら2億の6階フロアでもいくらでも訓練できるでしょう。東電の技術職員が足りないんだったら電磁電に協力して全国から原発の技術者を募集協力させればいいんじゃないですか。最初は核電力会社も後方支援できていましたけど、今は全くいません。今福島で頑張っているのは相変わらず全国から来ている警察官です。本当に心から感謝します。同じようなことやってほしい。以上です。
はい、丸山君。非常に政府の対応が遅いということと、マンパワーの話、非常に感じているところがありました。私、経済産業委員会にも属しておりますので、ですね、この問題、しっかりとそちらの委員会でも、経済産業委員会の審議する委員会にも所属しておりますので、しっかりとそちらの審議はやってまいろうと思います。そういった意味で、ですね、先ほど来、政府側の対応が遅い、そしてまた、確か牧陳述員からですね、政府側の答弁が2点、3点すると、特に森大臣、私も今回の委員会で散々ずっともう何時間も森大臣にですね、質疑させていただいた中で、どうしてもその2点、3点し、またはっきりおっしゃらない、そういったところにもどかしさを感じてきた一人でございます。まさしく福島は森大臣地元の選手でございますし、また弁護士ということでですね、まさしくお話を伺いたいんですが、このあたりの点につきましてもう少し詳しくですね、牧陳述人からどのように思われているのか、先ほどの答えに重ねてお話をいただければと思います。牧参考人。はい、委員長。はい、政府答弁2点3点している、この点につきましては、やはり2点3点する理由があるんじゃないかなと思っております。それはやはり法律の条文が広範であるからだと思うんですね。で、曖昧かつ広範であるから、で、要は2点3点する余地が十分与えられているんじゃないかと。やはりこれだけ特定という文字がついているわけですから、秘密をもっともっと特定してですね、かつ、処罰されるべき犯罪、過失犯まで処罰ですよね、独立教唆まで処罰ですよね、そういった法律上の構造の問題点、これが政府答弁が2点3点する一番の大きな理由だと、私は考えます。よろしいですか。丸山君。ありがとうございます。まさしくですね、曖昧な範囲であることが一つ大きな問題だというお話はですね、私も非常にそう考えておりまして、この問題、この法案の一番厄介な部分ですね、ただ国家として本当に守らなければいけない情報、例えばですね、外交上の暗号の情報だとか、そして例えば潜水艦のスクリューオン の, 機密情報だとか、テロリストがどこに潜伏しているかもしれない情報だとか、本当にこのスパイ天国と言われるこの我が国においてどうしても守らなければいけない情報がある中で、一方で、この法案が非常に恣意的に運用されるんじゃないかとかですね、適用がそれ以上のところに拡大されるんじゃないかという危惧の声の、そのバランス の, そのじゃあどこにそれがあるんだというのは、まさしく政府側のところは見えにくかった、見えにくいままずっと来ているところに非常に問題があるんじゃないかと痛感しております。そうした中で我が党がずっと申し上げているのがですね、やはりこれは一つ、その政府が恣意的に、適用しないために第三者機関という形でしっかりと、チェックしていくような機関が必ず必要じゃないかというのを我々主張してまいりました。そうした中でまだ政府の中では検討するという答弁しかいただいてないところです。これはしっかりですね、今後の審議の中でもですね、必ず設置していただくように求めていかなければならないと考えているところです。またもう一つしましたら、やはり最終的にはオープンにならなければですね、最終的にはオープンにならなければ、これはその政治家としてですね、どうしても隠したいところが多くなる、官僚として隠したいところが多くなる中で、最終的にオープンにならなければ結局その恣意的な運用がされると考えています。そうした中で我々は最終的には必ず公文書館に関する必ずオープンになるというのが、これは最終的に後世の歯科にですね、歴史の審判を委ねるという意味でも必要なものだというふうに考えておりまして、ただいま修正案を出しておるところでございますが、これ非常に難しい問題だと思います。いろんなご意見があると思いますが、政治家として、そしてこの原発のですね、問題で非常に一番歴史的にも大きな立場に立たれている馬場陳述人のこの点につきまして、その第三者機関を置くということ、そして最終的にはオープンになるというのが、やはり歴史上政治家の使命としてあるべきじゃないかと私は考えるんですが、ご意見を馬場陳述人からいただければと思います。馬場参考人。はい、今委員ご指摘の通りね、やはり第三者機関というのは本当に設置をして、正しく判断できるですね、そういうものが必要だというふうに考えています。したがって私どもですね、いろいろこれから難しい問題も出てきますけれども、やっぱりそういう監視するような立場の人をですね、公平公正な形の中でやっぱりしっかりと監視するということが必要だというふうに考えています。丸山君。ありがとうございます。引き続きしっかりと政府の方に求めていきたいと思います。
時間もなくなってきましたので最後お伺いしたいのがですね、やはり原発の問題、非常に情報が出てこないというのはですね、まあ、全くもって問題だと思っております。でそういった意味で引き続き国会の方でも言っていかなければならないと思っておるんですが、佐藤先生、佐藤陳述人にお伺いしたいと思います。先ほどのお話でですね、まあ、東電や政府による情報の非公開の問題のお話を指摘されておりました。2002年の不正の事件の話、そして、まあ、メルトダウンの、そして事故の時のスピーディーのですね、公開の遅れの話、非常に問題だと思いますし、これはしっかりと言っていかなければならないところでございますが、事故後のですね公開について少しお伺いしたいんです。まあ、それは今事故から経ってですね、この段階で今の段階でその議会やまた地元の方が東電や政府に情報公開を求めること多いと思います。その後の対応につきましては今どういう状況なのか、そういった点につきまして陳述人のご意見を伺いたいと思います。佐藤参考人。事故後、まず事故直後の話は先ほども馬場町長さんがおっしゃってましたけど、我がいわき市にもですね、市長にも何の連絡もなく、国からも東電からも県からもなく、実質テレビを通じてしか情報入ってこなかったっていうのがまず実態でございます。初動がそんな形ですから、我が方としてはいわき市としては安定要素材の配布を実は18日からはやったんですけれど、結局最初の15日のプルームには間に合わなかったということで、産業対策本部が3月末にやった小児甲状腺のスクリーニングではやっぱりいわきの子どもさんが一番こう高い値が出たっていうふうなこともありまして、やっぱり初期被曝の問題についての責任は当然国の情報の問題、出し方の問題に大きく左右されたんじゃないかなというふうに思っております。それからその後でもですね、結局直近のやつで例えば言えば汚染水、高濃度汚染水の海洋放出の問題も結局7月21日の参議院選終わった途端に7月22日にですね、東京電力は海洋に高濃度汚染水が漏れておりますということを認めるということで、極めてこれは重大な汚染水の隠蔽であったろうというふうに思っております。そういう意味で我々汚染水の海洋放出をやめるようにということで、議会としてもですね、昨年の12月から決議を挙げて東電本社に行って要請したりしておりますが、全然これも通らない、情報も非常に後追い的にしか出してこない、そしてまたその7月22日まで参議院選後まで認めないっていうような、非常に何て言いますか、東電なりの政治的な対応っていうんですか、私らからすればちょっと考えられないような対応を依然としているということであります。でご案内の通り、去年の2011年の6月の時点でやっぱり汚染水については4面遮水壁を作っていれば、今日のようなタンク群にあれだけ、汚染水をためて、しかもなおタンクが漏洩するというような事態にはならなかったわけで、この点もやっぱり非常に悔やまれると。ですからそこも結局汚染水情報を隠した結果後手後手になってきていると。でしかもやっぱり中さんおっしゃったように東京電力は福島のサイトには柏崎から20人しかこの問題起きてから移動してないということで、非常に柏崎の再稼働には2300億、これからまた5000億目指して投入するって言っていながら、肝心要のこの事故処理、この事故収束ということについては非常に情報隠蔽し、財政的にも投入しない、そういうことで、まあ、国が前面に立ってくれるっていう話もありますけど、まず国にも東電にもやっぱりそこの情報をきちんと出していかないと、沿岸漁業壊滅ということがね、ようやく試験操業始まりましたけど、このままそういうことが垂れ流しされたんでは全く前に進めないっていうのがやっぱり漁民をはじめ福島県民の率直な心情であります。丸山君。
もう時間が終わってしまいましたので終わらせていただきますが、この問題非常に大事なことだと思っています。我が党としては中央公聴会も含めましてしっかりと審議を求めてまいりますので、そのことを申し上げまして、私維新の会を代表しましての質疑を終えさせていただきます。次に遠山清彦君。遠山君。公明党の遠山清彦でございます。私からも同僚議員と同じように今日お忙しい中このようにご参集賜りまして貴重なご意見をいただきました意見陳述人の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。また私ども公明党も 3.11 の震災後に国会議員団で担当地域を決めまして、私は岩手が三陸沖が担当でございますけれども手分けをして現場に入って支援を続けてまいりました。福島につきましては私今日で5回目ぐらいになるわけでございますけれども、引き続き被災者の皆様、その関係の皆様、そして特にこの福島原発事故があったということで大変いろんな問題が長期化をしていると認識をしております。引き続き今日の機会を借りまして我が党としても全力で皆様のご支援をさせていただきたいということを申し上げておきたいと思います。その上で時間に限りございます。何人かの参考人にお話を伺いたいと思いますが、まず馬場町長のお話を私も伺いまして、一言で言うとご怒りごもっともというふうに思っております。ただ一点だけですね、少し情報というものについてあるいは秘密というものについてはですね、これは整理をしっかり私ども政治家もそして国民の皆様もして議論しなければいけないなと町長のお話を伺って感じました。というのは、町長が怒りを込めておっしゃってたお話というのは、例えばその東電と通報協定を結んでいたのにその協定通りに情報が提供されなかったという問題、あるいは政府が、このスピーディーの情報をしっかりと迅速に伝えなかった結果被害が拡大したのではないか、あるいは従上通報のことにも言及をされておりました。で、こういった情報の扱いと今回のこの特定秘密保護法案で保護しようとしている情報は私は基本的に違うんだろうと思っております。つまりこの特定今回の法案で保護の対象にしようとしている情報は国が扱う情報の中で、もちろんこれは後で弁護士会の皆様ともご議論したいと思いますけれども、この、国が持っている情報は原則として国民のものであるということは、これ我が党の中でもそういう考え方に立っている人は多いです。ただし例えば個人において言えば自分のクレジットカードの暗証番号は人に伝えません、公表もいたしません。それからおそらく銀行通帳のありかも人に公開する必要はないし、してはならないと思っている人は大半だと思います。そうすると国におきましてもですね、もちろん、基本的には国民のに情報は属すると言いながらも、万が一ある情報が外国やあるいは危険な団体個人に漏れたことによって大きく国益を損する、国民の安全を損した場合、これは国家としてのやはり国民の生命財産を守るというのはある意味国の憲法上の義務でございますから、この義務を果たさなかったという訴訟をどうしても受けてしまう。よってそのごく限られた情報だけれども漏れてしまうことによって国民の生命財産を脅かしてしまう場合には、そこは最低守らなきゃいけない。でこれは個人においてもご家庭においても企業団体どのような組織においてもごく限られた情報については守らなきゃいけないものは当然にあると思うんですね。で、それらの情報をどう特定し守っていくかということが私は今回の法案の主目的でありまして、その他の情報についてはですね、私はこれは時の為政者政治家の判断で出すべきものは迅速に出すと、公表すべきものについては国民に出すということだと思っております。そういう意味で浪江町長が馬場町長がおっしゃったそのほとんどの情報はですね、今回の私法案の対象ではないと思います。で、対象でないということは
実は違う次元でですね、どうやってこの縦割りの行政の弊害を排して、この関係の自治体や国民の皆様に情報公開を迅速にするかという情報公開制度の仕組みはしっかりとやりながら、そしてその国益を守るために、国家国民を守るために、保護されなければいけない情報は、保護していくというような整理をしていく議論を私は この法案の審議を通してしていかなければいけないと考えておりますけれども、この点について町長のご見解を簡潔にいただければと思います。はい、馬場参考人。はい、まあ、今のご指摘の通りですね、直接的なものには関係してない。それから今津先生から先ほど話ありましたようにね、いや原発の問題についてはある程度検討してると、その法案に、いわゆる特定のものには入ってないというご説明がありましたけれども、やっぱり4つの分野の中でテロ活動の防止ということがあるわけですね。で、私はいわゆる事故が起きる前に警察の方がね、1号路それから2号路毎日決まったようにですね、時間を設けて交代ですよ、いわゆる福島市に機動隊の方がね駐在してて、それでテロ防止のために毎日うちの114号線を下って波井に入って第一原発第二原発入ってきました。それはテロ活動防止です。で、その件についてもですね、私どもはやっぱり相当なる危機感を持ってるなということで認識はしてましたけれども、やっぱりこれとですね、この核の問題を扱っていく場合にはやっぱりこれは私どもにね、なんで警察官が定期的にああいうふうに交代してね、厳重にやってるのかという、それはないですよ、効果が現象だけです、見てるのは。で、したがってですね、そういう問題についてのやっぱり公開、これやっぱりしていただけないと。ただ国家的な秘密って言いますかね、それは当然あると思うんです。それは私どもの生命と財産を守るために、うん、そういうことは必要だと思うんですけれども、それをどういうふうに特定ですから定めたらいいのかどうかということをやっぱり絞り込んだ中でこの法案をですね、やっぱり作っていただきたいなというふうに思ってます。委員長。はい、遠山君。馬場町長、明快なご説明ありがとうございます。それで牧陳述にお伺いをしたいと思います。私は今公明党の法務部会長をやっておりまして、日頃から日弁連の皆様と意見交換しながら法務行政の方はやっておりますが、この件についてはですね、2点大事な点についてお伺いをしたいと思います。まず一つは、この法律のですね、最大の論点の一つは、その今町長もおっしゃっていただいたように、国家にとって守らなきゃいけない秘密があるということについては、これはおそらく国会でも与野党を超えて共通理解があるわけでございます。ただ問題は、じゃあこの法律に基づいて指定する秘密が政府あるいは指定を特定をする大臣によって恣意的に拡大解釈をされて、何でもかんでも、つまり秘密にしてはいけないものも秘密になるんじゃないかという拡大解釈、拡張解釈の問題が大きな論点の一つだと思います。で、この点について実は今日のお話を聞いていても、あたかも拡張解釈について法律の中に条文がないかのようなご意見を述べられた方もいらっしゃいましたけれども、ここに我が党も法案審査の時にはっきりとこの点申し上げて、条文の中に入っております。ちょっと引用しますが、法の適用にあたってはこれを拡張して解釈をしてはならずと、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことはあってはならないということは条文に書いております。もしこれに反する行為を政府が法案成立後に行った場合は違法行為の訴訟を受けるわけでございます。それからもう一つ、でこういう条文があってもですね、この拡張解釈の懸念が消えない理由とは何なのかということが一つ、それからもう一つ牧参考人にお伺いをしたいのはですね、実は今から14年前に国会で大きく混乱を生じた法案がございました。通信傍受法案、当時はマスコミで盗聴法案と言われまして、おそらく日弁連の皆様も大反対をされていた。で、私今回の法案審議にあたりまして14年前の新聞記事を見てみました。
そこに何て書いてあったかと言いますと、この通信傍受法、盗聴法案を通せば、これまた拡大解釈をされて、その組織犯罪とか反社会的、勢力の幹部の盗聴だけではなくて一般国民の電話会話も盗聴されることになると言って大騒ぎになりまして、残念ながら国会では強行採決という形になって、大変な混乱がテレビで放映されたのを私も当時覚えているわけでございます。しかしながらそれから14年間経ちまして、この通信傍受法に基づく盗聴毎年欠かさず行われております。昨年の例で申し上げますと、37件の盗聴が薬物犯罪組織あるいは反社会勢力に対して行われまして、その結果30数人の逮捕者に結びついております。今日この通信傍受法に基づいた運用について国会にも毎年報告されておりますし、マスコミにも報道がされておりますが、特段国民の会話を盗聴しているなどという、批判はない状況になっております。私はこの通信傍受法案が成立した後の抑制的な政府の運用というものをきちんとしていけばですね、今回の法案についても国民の皆様から見て理解を得られる運用することは不可能ではないと感じておりますけれども、この2点について牧参考人のご意見を伺いたいと思います。委員長。牧参考人。はい、2点ございました。まずですね、拡張解釈をしてはならないというような条文があるということで、こちらも私も存じておりますけれども、先ほど来陳述人の方からもお話出ているように、こういうと大変申し訳ありませんが、やはり権力は歴史から踏まえますと、やはり腐敗するという残念ながらそういう歴史があろうかと思います。で必ずしも今の通信傍受法のお話もありましたが、現時点で、じゃあ今まで14年間ですか、恣意的な運用がなされていないということが仮にあったとしても、その事実関係は分かりませんが、仮にあったとしても、じゃあ未来永劫ですね、それが、なされないままいくのかということに対して、極めて強い危惧を抱いております。やはり拡張解釈を許さないの前に、拡張解釈ができない余地をきちんと狭めるべきだと思っております。また、先ほどから申してますが、広範かつ曖昧な法律であるがゆえにですね、萎縮効果があると思っております。そういった萎縮効果という観点も十分考えていただいて、拡張解釈云々というのではなくて、もっときちんと明確化した法律にしていただくことが、必要であろうかというふうに考えております。2番目の質問の点についても今のでお答えしたつもりでございます。以上でございます。遠山君。はい、ありがとうございます。萎縮効果というご指摘がありました。これもちょっと流れ上牧参考人に簡潔にお答えいただければいいと思うんですが、実は今回の法律の中でですね、この国が否定をした、つまり国家公務員が漏洩した場合は刑罰の対象になる特定秘密の取得行為、つまりマスコミの皆さんが取材をする、これちなみに公明党が法案審査の時にそれまではなかった取材の自由、報道の自由というのを法案の中に書かせていただいております。でそれだけではなくて、今回の法律はその特定秘密を取得するときにどういう方法で取得したかによって扱いが違うわけでございます。正当な取材によって特定秘密を仮に入手したとしても、それを報道したとしても、その報道した人たちは罰せられないと。その取得の仕方で問題性があれば、これは当然刑罰の対象になるわけですが、ちょっと関連条文読みます。引用です。人を欺き、人に暴行を加え、または人を脅迫する行為、あるいは財物の窃取、盗むことですね、施設への侵入、あるいは不正アクセス行為、ハッキングをして不正に暗証番号を盗んでコンピューターでアクセスする、こういったその他の特定秘密の保有者の管理を害する行為による特定秘密の取得行為に対しては罰せられると。でこれは実は国民の常識から見て当たり前なんですね。その情報を持っている人に暴行を加えたり欺いたり脅迫をして、情報を取ったら、それは
罰則の対象になると。それはもうそういう行為自体がそもそもあの刑罰の対象になるわけでございますから。でこれ以外の取材方法によって得た情報については、その情報を得た人は処罰対象にならないわけで、ございます。でこういった形の規定ぶりになっていてもどういう萎縮行為があるのか、牧参考に先ほど萎縮というお話をされたので、少しイメージが湧くようにご説明をいただければと思います。牧参考人。はい、委員長。まあ、今、いろいろこう列挙、されていたかと思います。すみません、私も、もし誤解があればご指摘いただきたいんですが、要は著しく不当な方法というところに絡んでくるのかなと思うんですけども、まあ条文の立て付け上おそらく今列挙したこと以外に、まあ、いわゆる一般規定としての著しく不当な行為方法、こちらも含めて処罰の対象になるんじゃないかなと思います。必ずしも今列挙されたことに限定するとか、もうそこでとどまるんだということではないんじゃないかなというふうに、すみません、私の理解ではそう思っております。であればやはりそこに、判断権者の恣意的な解釈が入ってきますので、萎縮効果、こちらは十分あるんではないかなというふうに、思われます。また、報道関係者、こちらの萎縮効果も当然ありますが、情報を提供する側、こちらについても萎縮効果があるんじゃないかなというふうに考えております。先ほど、原発事故については、特定秘密に該当しないんだから問題ないんじゃないかというようなご趣旨、すみません、私には少なくともそういうふうに捉えられたんですが、そういうご趣旨の発言がございました。ただ仮に特定秘密に当たらないというふうになったとしてもですね、テロの問題、原発とテロの問題というのはある程度結びつく中でですね、じゃあグレーのところはどうなんだ、黒ではないんだけどもギリギリのところについて情報を出しづらくなってくる、その結果が仮にじゃあ特定秘密に当たらないスピーディーの情報であり汚染水の情報であり、それが仮に当たらないとしてもですね、そこで出す側の問題として萎縮効果が生じるんではないかと、そういうふうに考えております。以上です。遠山君。時間が来てますので一言だけ、最後のその特定秘密に当たらない情報の政府からの出し方については、これはこの法案の対象じゃありませんので、これはもう総合的に政府全体、国会全体で議論をして改善をしていくべきだというふうに思っております。それから先ほどの法律に列挙されている暴行を加えるとか脅迫するとか、侵入するとか盗むとか不正アクセスをする以外の著しく不当な方法というのはなかなか常識的に普通の人は浮かばない方法のことを言っているわけでございますから、でこれはですね、そういった法、そのここに載ってないような方法で不正に情報を取ること自体が極めて特異で難しい例であると思いますので、その辺は批判をする側も賛成をする側もですね、慎重に議論を進めていかないといけないと感じました。以上ご指摘申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。次に畑中光成君。畑中君。みんなの党の畑中光成です。今日は陳述の人の皆さん、本当に、参考になりました。ありがとうございます。福島に、で公聴会を開いて、よかったというふうに思っております。実は私事でありますが、私も阪神淡路 の震災を経験しましてですね、家が全壊をしまして、当時大学生だったわけでありますが、仮設住宅での暮らしも経験をいたしました。ただまあ津波あるいは原発、こういったことがですね、やはり阪神の時と違うというふうに思っておりまして、まあ、復興のあり方にもそれが大きく影響しているように思っております。今はですね、当時は私学生でありましたが、小さな子供を持つ父親として、国政の場に携わらせていただきながらですね、当時のことも思いながらこの復興に向けてですね、しっかりと取り組む役目を果たしていきたいというふうに考えております。さて今日はですね、この特定秘密の話で、皆さんに質問をさせていただくわけでございますけれども、
皆さんご承知の通り、国会でもですね、さまざまな議論やあるいは意見が出ておりまして、私自身もまた国民の間でもたくさんの懸念や不安があるというのは十分承知をしているわけでございます。本日人事人の皆さんからも本当に福島の立場でですね、そういったご意見をいただきました。例えば秘密の範囲が際限なく広がるのではないかという不安であったり、あるいはこの秘密の指定に対して申請が残るのではないかであったり、あるいは適正評価のお話も出ました。こういった話も当然ながら国会の中でですね、さまざまな議論を交わしておりまして、我が党も政府与党に対して修正案を提出していきながら、こういった懸念や不安が少しでも解消できるように取り組んできた経緯がございます。ただですね、この根本的な話としまして、この秘密という問題、先ほど同僚議員からも話がありましたが、秘密といえばどちらかといえばこう内緒にするようなものというネガティブな印象を持ってしまうように思いますけれども、しかし大切なことというのはですね、必要な情報が必要なところにしっかりと行き渡るということ、このことが一番大切だと考えておりまして、皆さんもご承知のように、まず我が国の状況、私ども我が党も根幹、いわゆる党のですね、考え方の根幹に訴えておりますけれども、我が党のこの役所の組織ですね、いわゆるこう縦割りになってしまっている。で、この各省がですね、持っているこの情報がですね、本来は各省間で共有をしていかなくてはならないわけでありますが、この情報の取り扱い、言い換えるならばこの秘密の取り扱いに関するルールが明確でないことによってですね、かえってその各省にとどまってしまう。よって本来行き渡るべきその情報がですね、きっちりと行き渡らないということが我が国の国内のこの政府部内においても起こるわけであります。こういった観点からやはりこの情報の取り決めについてのこのルール化というのが必要であるわけであります。一方のまた国際社会においてもですね、皆さんご承知のように我が国というのはまさにこう専守防衛経済大国軍事小国でありましてですね、だからこそいかにしてこの他の国から情報を得ていくかということが大切なわけでありますが、我が国のこういった情報に関する取り決めルールというのが整備されていないことによって、これもまた国際社会の中で我が国の立ち位置から必要な情報というのが行き渡らなくなってしまう。繰り返しになりますけれども、この秘密といえば、まあ、内緒にするという印象を受けてしまうかもしれませんが、必要な情報が必要なところに行き渡るルールということを作らなくちゃいけないというふうなことをまず申し上げたいと思っております。しかしながらこの秘密保護法案、一番の私問題点だと思っておりますのは、いかにしてこの監視をするか、この特定秘密に対してどのように監視をしていくかということが一番のポイントかと思っております。そこで陳述人の方にお伺いしていきたいんですが、私はこの監視について、つまるところ最終的にはですね、国民が監視すべきであろうというふうに考えております。主権者である国民がしっかりと政府に対して監視していく、その立場からですね、まず弁護士でいらっしゃいますこの牧陳述人にお伺いしたいんですが、本法案とですね、この知る権利の関係からですね、ご意見を少し述べていただけませんでしょうか。委員長。牧参考人。はい、本法案と知る権利の関係、はい、
ちょっと問題、質問は抽象的なかなと思うんですが、すみません。まあ、もちろん、国民、これはもう先ほどですね、陳述人からもお話出ておりますけども、まあ、こと、じゃあ震災、原発の関係で言えばですね、我々は本当に知る権利、こちらがまさに害されてきたんじゃないかなというふうに考えております。で、まあ、この知る権利が害されること、害され、まあ、知る権利がですね、まあ、害されてきたこと、これが少なくとも我々の、いろんな選択を狭めてきている。で、その選択というのは、その選択を狭めたことによって、さまざまな人権侵害が生じてきているのかなというふうに思っております。で、また、そういった知る権利、これが保障されなければ当然、当たり前のことですけども、それを基礎にした民主主義、こちらが成り立たない。知る権利、きちんとした情報を得た上で、先ほど言ったような選択ができるわけで、先ほどおっしゃったように、国民がきちんと監視をする、皆様の活動、議員の皆様の活動を監視するために基礎となるもの、こちらが知る権利だと思います。原発においてもそうですし、まあ、もっと広く考えて、国家全般においても知る権利が、充足されなければ民主主義は成り立たないというふうに、考えております。その基礎となるのは、まさに報道機関の、報道になってくると思います。そのさらに根源としては取材になってくるかと思います。こちらについて、まあ、報道機関のですねに関する、まあ、条項ですか、配慮規定というものが盛り込まれたというふうに報道でも聞いておりますが、やはりですねこちらも先ほど話出たような著しく不当な目的方法とかですね、そういったようなところでやはりまだまだ抽象的に過ぎるかと思います。また、その報道機関が取材する対象、こちらについて対象の、ね、情報を出す側、こちらについてまではその配慮規定ではフォローされていないと私は理解しております。まあ、そのような関係で知る権利については民主主義の、基礎となる。で、それを国民が監視することは極めてまず国民の関心の、基礎となるものであると思います。はい、以上でございます。畑中君、ありがとうございます。まあ今知る権利、まあ、取材の話もしていただきました。先ほど申し上げましたように、やはりこの法案に対する監視というのは、まあ、主権者である国民がしっかりと監視していくべきものだというふうに思いまして、また私ども主張しておりますのがですね、まあ、主権者である国民から直接選挙で選ばれた国会議員が集うですね、まあ、国会の場においてしっかりとこの法案に対して、また情報の取り扱いに関して監視できるような、まあ、委員会を設置すべきだということも訴えておりまして、まあ、二兵、陳述人からおっしゃっていただいた国会が議論の場でなくなってしまうとおっしゃっていただきましたけど、私も同じような問題意識を持っておりまして、そうならないようにですね、これからも意見をしっかりと言ってまいりたいと思っております。さてですね、今日大変興味深い、お話もいただきましてですね、例えば公益通報あるいは内部告発のことについてですね、おっしゃっていただきました。実は我が党もですね、同じような問題意識を持っておりまして、長陳述人からはこの原発のですね、原発の労働者の内部告発どうなるんだということをおっしゃっていただきました。また荒木陳述人からはですね、資料の中にもありますけれども、この情報が公開されることで、この危険性がですね、情報を公開することによる公益性を上回る場合だけ、そういったことが許されるというお話をいただきました。この件に関してですね、もう一度その長陳述人、そして荒木陳述人からですね、公益通報や内部告発について少しずつお話しいただけないでしょうか。中参考人。
ちょっとご質問の趣旨がまだはっきり掴んでいないのでもう一回お願いします。原発労働者のですね、内部告発の話、されましたけれども、もう一度ですね、もし詳細で、おっしゃっていただくことができたらと思っております。はい、先ほどは申しましたように、これから政府が就職に向けての予算を担保すると総理大臣も明言していますので、そのあたりは非常に心強いと思うんですけど、これからの問題は一定の技術のあるマンパワーの確保です。東電の社員も含めてメーカーもジェネコンも我々地元の、協力企業も大体この技術のある社員が占領満杯になって配置転換とかそういう事態になって深刻なマンパワーがこれから予想されます。しかも技術力はますます低下していくばかりです。どんな設備どんなお金出してもそこで就職する人間がやらなくちゃいけませんから、この技術がなくちゃ私は就職も前に進まないと思います。私は金がね、原子力の 90% 以上はヒューマンエラーだと主張してきました。どれだけ人材の育成が大事かという、これは統計的に見て分かっています。そういうことでぜひ国会の皆さんにも政府も今東京電力を助けてください。彼らも技術スタッフも困ってます。以上です。荒木参考人一言お願いいたします。荒木でございます。私の方で変えたというのは出版報道の問題じゃないかという気がするんですが、もっぱら公益を図る目的を有し、かつ法令違反または著しく不当な方法によるものと認められない限りは、正当な業務であるというわけですが、これは現場で取材に当たる人がいちいちこういう判断をしないと取材ができないわけですね。でこれを誤った場合には逮捕される恐れがあるわけです。で人を欺きとか、施設への侵入とかあるわけですが、こちらの考え方と相手方の考え方が違うというのはよくあるわけですが、その点で嘘をついたとかですね、あと何ですか、チラシ配りに行っただけで住居侵入だなという、そういう事例はいくらでもありますので、あっという間に成立しちゃうんですね。今回もバッグをぶつけたのか、渡そうと思ってそこに金属的なものがあって傷ついたのかって問題になってる、些細なことでですね、暴行脅迫も成立しうるわけで、非常に簡単に成立しやすいわけです。そういう中での取材という形ですから、取材に当たられる方は本当に怖いと思いますね。私もじゃあこう条文でこう書いてありますから、じゃあ原発の例えば非常用デーゼルエンジンの冷却するポンプはじゃあこれ秘密の物質なのかそうなのかって書いてないですから、こんなのいちいち判断できるかどうかという、いや原発が1箇所にそんな10個もね、福島県の場合にありますけど、こんなの一番危険なわけですね、狙われますと。そんな10個だなんて喋ること自体もこれ処罰されるのかってなると、こんな重要なことは当たんないのかとか、条文見てもですね、分からないです全然。そういうことから言って取材に当たられる方、僕らも調査する場合に本当に逮捕されるような覚悟でやらないとできないという状況だと思います。畑中君。はい、時間が余りましたのでこれで終わりますが、一言だけ、福島第一原発のこの汚染水の問題も私どももしっかりとですね、現場の皆さんの意見も聞きながらしっかりと対応して、いきたいと思っておりますし、また、子ども被災者支援法、先日国会の方に請願、佐藤陳述に、共同代表していらっしゃって、請願を届けていただきましたし、この問題についてもしっかりと取り組んでいきたいと思います。時間が参りましたので、これにて終わらさせていただきます。ありがとうございました。次に赤嶺政権君。4共産党の赤嶺政権です。
今日は意見陳述の先生方本当にありがとうございます。私はこの秘密保護法について過去の国会での安全保障関連の法律で言えば審議が一つの国会で終わらずに国会の会期をまたいで審議したこともありました。秘密保護法というのはまだ審議に入ってわずか2週間ちょっとであります。短時間でですねこれを採決に付するということは絶対に容認できませんし、そして福島の皆様がおっしゃったやっぱり全国各地で地方公聴会をやってくれということがですね本当に大事になってるなということを今日福島に来て強く感じたところであります。で最初に浪江の馬場町長にお伺いをしたいんですが、実は馬場町長には被災直後の4月の29日に二本松の仮役場を訪問して町長からお話を伺ったことがあります。当時は町長、副町長、そして議長三役の皆さんがですねその仮役場に寝泊まりをして本当に大変ご苦労なさってるということをこの目で確認をして、そして避難所も回ってきたわけですが、あれ以来ですね浪江町、町長が浪江町のホームページを通じて発信しておられる浪江町民への訴えですね、実は沖縄にも浪江町から避難してきた方がいらっしゃるもんですから読ませていただいております。本当に美しいふるさとが放射能によって帰れなくなっているというこの怒りをですね、実感をしてまいりましたが、今日改めてその実感というのはまだまだ足りなかったなという思いであります。そこで先ほど来ですね、出ているのは原発は、スピーディーは特定秘密にならないだとか、原発は特定秘密を指定している別表に書かれてないとか、こんなの対象にならないよっていう、ご意見がるるありました。で私は11月の20日の国会でですね、政府の情報収集衛星について実は3月11日原発を撮影していたのではないかという質問をいたしました。情報収集衛星というのは安全保障外交の情報を集める、同時に大災害についての情報も集めるということでしたが、じゃあその画像を被災地の首長やそういう皆さんに提供したのかとこのように聞きましたら、いや被災地の自治体の首長などは秘密を扱うそういう手続きを取ってないので画像は提供しませんでしたと。で今日の毎日新聞にも磯崎首相補佐官が情報収集衛星の画像の一枚一枚は特定秘密になりますとこうおっしゃっているんですね。つまり原発そのものが、特定秘密になるかどうかという議論よりも安全保障という切り口が原発についても言えるのであればそれは特定秘密になる、テロという切り口ができるのであればそれは特定秘密になる、で、原発などはですねやっぱり政府の秘密主義が今日の悲惨な結果をですね、安全神話が悲惨な結果をもたらしたのではないかと考えておりますが、町長のご意見を伺いたいと思います。馬場参考人。はい、委員長。そうですね、やっぱり切り口が
テロの活動防止だということになればですね、やはりとあの原発もこれは対象になってくるわけですね。でやっぱり私どもは今までその原発の事故でいろいろとその情報を隠蔽されまして、あの我々には公開されなかった点が非常にあります。それはあのいわゆる健康管理の問題で放射線がどれだけ線量を浴びたかとかね、そういう初期被曝までもね、わからない状況であのいました。でそれあのやったのは3ヶ月4ヶ月過ぎてからです。したがって初期被曝の線量なんてわからないですよ。そうですね。ですからね、そういうふうにあのいろいろと、で例えばね、私どもあのいわゆる原発で事故が起きたからあの10キロ県外に出て、そして20キロ30キロって避難しました。でその中にね、あの3月の12日の夜中、あの防護服着た警察官がいるんですよ。それで私ども見てね、なんだあの宇宙服はっていうふうに思ったんですが、そのタイベックスをね、やっぱり私どもはそんなものはないだろうという、いわゆるそんなに厳しいあの事故にはならないだろうということを思ってますので、タイベックスなんか見るとおかしいですよ。それが恐怖感生じます。だからその町民の人は、なんで警察官の方がああいうものを先に身につけてんだと、我々は丸裸じゃないかというふうに言われたこともあります。でそういうふうにね、何が起きてるかわからない、それは全くその情報がですね、あの全然伝わらなかったということのやっぱり責任があると思うんですよ。ですからそういうふうな意味から言ってですね、やっぱりいろんなその切り口から言って、やっぱり原発は核物質を扱う場所ですから、やっぱりあの厳しくコントロールされることはもちろんですけども、やっぱりあのそういうものをですね、やっぱり ある程度の事象事項についてはあの情報開示というものは必要だというふうには思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あの中陳述人に伺いたいと思います。まあ、中さんも沖縄県の出身で、私たちも沖縄県の出身で、故郷を一つにするわけですが、先ほど二平先生からあのお話が出ました、宮森小学校の墜落事故を我が子との体験としてですね、持っているそういう世代だと思いますけれども、あの中さんのいろんなインタビューが沖縄の新聞にもよく載ったりいたします。中さんを通じて沖縄の人は原発事故の問題というのを知る機会を得ているわけですが、その今日もおっしゃいましたし、沖縄の新聞にも出ていたんですが、沖縄の人たちは日本国民として扱われてないっていうことを思ったのと同じように、福島のこの原発事故に使って国民扱いされてない、棄民だというようなですね、認識を持たれたということがあったんですけれども、この絵についてもうちょっとお話を聞かせていただけたらと思います。中参考人。あの今福島県で置かれている状況と、戦後また現在も置かれている沖縄県のあのいろんな問題が非常に共通していると私は認識しています。あの私は双葉郡の富岡に来て40年間ぐらいお付き合いしています。先ほどあの二平さんの話もありましたように、双葉郡は非常に温厚な土地です。非常に自然豊かな、あの政治家の皆さんやいろんなあの、政府の皆さんがこの地方は東北のチベットと呼ばれた、原発融資したからこれだけ発展したと、こういうあの発想の仕方に、私は小さい青春時代沖縄に育って、何かしら沖縄が戦後置かれた本土政府から予算をもらってずっとやった、あのまた原発関係も国から原電三法をもらって
いろんな箱物をつけたり、そういう予算の使い方、考え方も非常に状況も共通性があるというふうに考えたわけです。いいですか。あ、もう一つ、そういう面で我々先ほどもお話、馬場町長のお話もありましたように、双葉君の若い人も原発と共生してきたわけなんです。で、我々は先ほど言ったように安全神話を信じて、しかし我々はこう被災者でありながらこのふるさとを壊し、これだけの国民に多大な迷惑をかけたという加害者という意識も強く認識しています。ありがとうございました。赤嶺君委員長、ありがとうございました。それでは荒木先生の方にですねお伺いをしたいんですけども、結局、今、政府が作ろうとしている、特定、秘密というものは、これまでも、もう十分すぎるぐらいの秘密国家であると思うんですよね。もう両手に余る秘密ばっかり持ってる、そういう官庁を抱えていますので、その上にですね秘密というのはどんなに大事なものかというスーパー秘密を作って、これに触れたものは重刑に処するというのがですね今度の法律じゃないかと。でそのスーパー秘密っていうのはね、我々の暗証番号のように限定されているものかといえば、今30万40万と言ってるのが、別表に書かれているのは概念だけですから、いくらでもですね当局の姿勢によって膨れ上がっていく。そして報道の自由や言論表現の自由などもこの法律では担保されないと思っておりますが、その辺を先生のご意見お伺いしたいと思います。荒木参考人。はい、まあ、私はできる限り国民はそんなに処罰すべきじゃないと思っておりますので、まあ、もうこれまである法律で十分であるというふうに考えているわけです。で今はいろんな情報が国家に集中しますので、それを国民が提供されて成長していって国を豊かにしているわけです。そういうところを情報を止めちゃいますと、やっぱり国民は全然進歩しなくなっちゃう。まあ、お隣さんに注目とか北朝鮮とかテレビで流れてきますけども、戦前の我が国のことですから笑えたりもできないんですね。ですから可能な限り有益な情報は国民に提供して、国民が成長して豊かな国になると、世界に越していくという方がふさわしいと私は思っておりますので、秘密を重罰をもって課すということについては反対でございます。ありがとうございました。委員長、先ほど馬場町長の方からですね、突然、宇宙服のようなものを着た人たちが現れて、いろいろやっていったっていうことに大変驚いたという話がありましたが、沖縄国際大学でヘリが墜落した時もですね、突然米兵が防護服姿で現れてですね、そしてこう調査をしていったんですが、何が調査、何を調査したのか、今日までまだ何も明らかになっていない。でこの間宜野座村でヘリが墜落したところは、地方自治体が土砂を採集してはならないっていう、その条件付きで現場に入れるっていうことがありましたが、やっぱり防衛安全保障関係を秘密にするっていうことは、先ほど出ましたけども、戦前の軍機保護法やあるいは治安維持法といった懸念を私は強く持っているものですが、先生ちょっと時間になりましたけど、ご意見ちょっとだけお願いします。荒木参考人。ちょっと、ま、途中で終わられたんで、ちょっと簡潔にちょっとどういうことなのかもう一つお願いします。まあ、
原発につきましてもまだ原因もですね明らかにされていないと。ですから調査はこれからもっと進めるべきだろうと私は思っております。国会の事故調は本当に立派な内容でできております。ただ残念ながらそれを生かしているかというと全然生かしてないように見ております。で、まあ、いろいろ調査がなされてその結果が明らかにされないと。やっぱりそういう重要な情報につきましては可能な限り国民に提供していくということはやっぱりそれは努力していく必要があるだろうというふうに私は考えております。次に玉木デニー君。以上。玉木君。はい、生活の党の玉木デニーでございます。陳述人の皆様、今日は貴重な、お時間そしてご意見をありがとうございます。最後の、質問者ですので、ぜひ皆様の、忌憚のないご意見を伺いたいと思います。まず馬場町長、私も委員会でですね、基礎的自治体が、真っ先に国民の生命財産を守るために行動すると、最初に動くのは自治体と消防がやはり動くだろうと、そしてそれに警察が、各、所轄の警察がですね最初に動いていくというふうな形を考えると、まず情報がもたらされるべき、ところは自治体であるということで、その、答弁を少し求めたんですね。例えば秘密保護の規定の中で緊急にその、町の例えば町長が住民を避難させようといった場合に、その情報を持っている警察官なり自衛官にいつどこで何が起こるかその情報を話せと言って情報を取って避難させた場合には、答弁ではそれは特定秘密のその何て言うんですか、こう取得に当たらないという答弁だったんです。ところが、やはり非常事態が起こることを想定して、基礎自治体の皆さん、訓練もそうですけれども、日頃からいろいろなことを想定していらっしゃると思います。しかしやはり日本という国のシステムはですね、この市町村や都道府県に真っ先に情報を渡さない、それはパニックになるということと、情報を整理分析して後に正しい情報を上げないと混乱するからという、もっともらしい立て付けがあるわけです。しかしこの間やはり町長の話を聞いていますと、まず自治体におけるこの情報提供というものがいかに大事であるかということを改めてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。馬場参考人。はい、ご指摘の通りですね、やはり私どもは住民の福祉とそれから命を守んなくちゃならない本当の基礎自治体ですのでね、やっぱりいかなる事象があったとしてもやっぱり皆さんをどういうふうにその事故からあるいは事件から防ごうかっていうのが当たり前のことなんです。で、今回の原発事故においてもね、やっぱり全然連絡がなくて、翌日の3月12日の10キロ圏外避難指示ですよ。 でもその放送を私どもテレビで知ってですね、じゃあ力はどこに避難すればいいんだ、そして避難先と連絡はどういうふうにすればいいんだっていう問題が必ず出てくるんですね。で、そういうことを全然わからない中で、私どもの災害対策本部がいろいろけんけんがくがく論議をして、そしてここは危ないんじゃないか、もうちょっと事故の方から離れた方がいいだろうということで判断をしながら避難していった。その間も全然連絡来ないですよね。で、やっぱりこれは情報隠しですよ。要するにだって後からの文献とかいろんなものを見ますとね、知ってるんですよ全ての方が。で、私どもの避難しているところにも文部科学省の委託先の方がモニタリングして来てるわけです。で、8000人も1万人もいるところにね、町長ここ放射線が高いから移動した方がいいよって一言言ってくれれば移動できるわけです。で、それをただデータ持ち帰ってね、やってるわけです。だからそういうようにやっぱり小さなことでも情報はきちっと公開をして、やっぱり我々の基礎自治体にですね連絡をしていただく。で、私どもはその町民の命そういうものを守っていかなくちゃならない立場ですので、ぜひこれは情報公開そのものがですねやっぱり原則だというふうに思います。はい、ありがとうございます。浜井君。はい、委員長。佐藤議員、今日は
陳述人を引き受けていただきましてありがとうございました。私も、この、まあ、政治のきっかけは市議会議員から、始めさせていただきました。で市議会ではやはり、まあ、その今町長がおっしゃったようないろいろなまあ、情報といいますか国や都道府県からもたらされる情報をでは、我々の町ではどういうふうにして動くべきかということは議員それぞれの皆さんにとっても、大変、まあ、重い責任も伴うものと思います。今日のお話を聞いていてもやはりこの情報が隠蔽されることによって、もう国や、あるいはその国がやっている諸外国との連携についても例えばいわき市ではですね、いわき市が市議会が考えるようなことではないかもしれないようなこと、例えば沖縄だったら沖縄市議会が米国と、日本政府との協定について考える、密約について考えるというような形でいわき市議会でもやはりここは、政府の姿勢は問題あるのではないかということが議論されたこともあると思います。この原発の問題についてでも構いませんので、そういう点がありましたらぜひ、お聞かせいただきたいなというふうに思います。佐藤参考人。委員長、やっぱりこの原発事故にの経過について皆さんそれぞれ陳述人の方がるる陳述いたしましたけれども、やっぱり、危機管理というかやっぱり安全神話というものを作ってきたのが結局情報の非公開、隠蔽体質であったのではないかと。したがって過酷事故に対する備えというのがこれは事業者、原子力事業者である東電もなかったし、まして、国側もそういう体制が取られてなくて全く危機管理がなっていなかったと。まあ、いろいろ減災法があるにしても一義的にはやっぱり我々馬場町長もそうですけれども結局一義的には基礎自治体が住民に対してどういうふうに生命と財産を守るかということになるわけですから、その点でやっぱり全く情報がなかったということが大変難儀をしたことですし、一方では第7艦隊が女川沖に展開してヘリが被爆したことによって撤収するということが現実的にあれはもう13でしたか12 3ですね、13の時点で起きているわけで、それで100マイル避難、米国民の100マイル避難というのが出てくると。でその時に我々は何の、まあ、まあ、30キロ圏内のところまではある程度出てきますけれども、結局アメリカ自体米国自体は4号機の燃料プールのこの破損によるジルコニウム火災含めて大変な惨事を想定したわけで、そのことさえ我々は全然聞かされてないという中で、まあ、そういう意味では先ほど赤嶺先生のから危機民という話出ましたけれど、本当に捨てられたのかと思うような状態になっていたというのが、ですからもう自主避難で、いわき市民であれば15日までに32万の市民が半分まで自主避難をするというようなところまで行くということでありまして、ですからやはり今回の事案を考えればいかにその情報の適切な提供というものが必要であって、災害の時に情報を出さないということがいかに被害を拡大するのかという実例が今回の原発震災だったというふうに、福島原発震災だったと思いますので、その点でやっぱりテロ防止あるいはスパイ防止というような二項でくくられて、そこでこうギュッと特定秘密にされてしまって出さなくなるものがあるとすれば、それは原子力災害に対する障害になるのではないかというふうに思います。はい、ありがとうございます。